皆さんこんばんは。いや、今日はですね、X リーグの、前半振り返り後半展望のスペースということでやっていきたいと思ってます。ちょっとね、裏でカタツムリの天井がスペースされてるんで、こっちそんなに多くないかもしれないですけど、ひっそりとやりながら、あとでちょっと YouTube にアップもしたいと思います。はい。ということで、今ですね、10月の10日ということで、X リーグもですね、大体前半戦と、いうことで3試合ですかね、大体、各チームが終えてきているというような形になっています。で、今日はですね、まず X1 を中心にお話を、していこうかなと思ってます。ちょっと時間見ながら、X2、X3 とか、のチームにも触れられたらいいなと思ってるんですけど、そんな感じでやっていきたいと思います。で、今日途中からですね、レッツハドルメンバーのミッチーさんも、入ってということなんですけど、まずはヒデボー、がですね、ちょっと前半の振り返りを、話していきたいと思ってます。でですね、まあ、ちょっと仕組みの話から、した方がいいかな。X リーグはちょっとどんな対戦方式で、やってるかというところの振り返りをですね、しながら、ちょっと、いきたいと思います。ちょっと今から、ツイートしますね。スペース用ということで。はい。で、これを、画面共有。これで、ちょっと待って。久々にちょっとスペースやってるので、あ、これか。これですね。ちょっと皆さん反映があれかもしれないですけど、ちょっとこの X リーグの対戦方式のところからですね、振り返りつつやっていきたいと思います。まあちょっとね、今シーズン、まあ予想通りな部分もあるんですけど、やっぱり各チーム補強、が素晴らしいこととかもあってですね、まあ予想外の、結果になってたりする部分もあるんで、こっからめっちゃ楽しみやなというところもあるし、まあここまでがね、まあ今日もすごい、残り、1秒で、逆転のフィールドゴール蹴って、勝つみたいな試合もあったので、まあちょうど今日ね、サンデーナイトフットボールの方でも、レイブンズが、ベンガルズをね、倒すっていうことがあったそうですけど、同じような展開で逆転があったりとかいう方でした。で、今スペース共有に出してるんですけど、X1 スーパーですね。X1 スーパーの話からしていきたいと思います。X1 スーパーは、この、トップオブトップですね。この日本社会人の、一番強い、ところのチームが集まってますけど、ディビジョン A とディビジョン B に、分かれてます。で、ディビジョン A は、この A のチーム、同士、パナソニック、IBM、ノジーマ、オール三菱、アサヒビール、ディアーズ、タイナイディアーズですね、今ね。っていうチームが総当たり。で、B の方は B の中で、富士通、オビック、東京ガス、エデコム、神戸、アサヒ飲料、イコール1が、いや、イコール1じゃないですね、これも、お隣福岡ですね。ちょっと資料が古くてあれですけど、総当たりという形になってます。で、まあ、前半戦、まずディビジョン A からいきましょうか。の、振り返りで、順位的に、言うと、まず、1位がタイで、パナソニックと IBM が並んでるという形で、まあ、ここさすがの2チームだなというようなところ。特にパナソニックに関しては、まあ、もう横綱、相撲的な形ですね。非常に、危なげなく勝ってきてるというのが、このパナソニックだったと思います。特にですね、まあ、初戦、野島相模原ライズとの試合で、まあ、もちろんここ、ライズも強豪っていうところだったと思うんですけど、これ現地でちょっと見に行ったんですけど、まあ、30対10で、勝つというところで、まあ、前半ちょっと競ったような形ではあったんですけど、それでも、しっかり、突き放して、まあ、後半、まあ、3クォーター途中ぐらいからもう、ほぼ、ね、危なげなくというところでもあったかと思います。まあ、特に、やっぱり、もともと強い、こう、ランニングバック陣、ラン攻撃っていうところが、まあ、今年も止まらないということで、まあ、いつも通り、
かなというような感じで、まあ、横田選手っていうね、これまでベテランで大活躍されたランニングバックが引退をされたんですけど、その分ですね、立命館大学出身の達川選手の、起用の機会が増えてですね、まあ、この達川選手やばいですね。昨日も浅井ビルトの試合見に行きましたけど、もう何人引きずっていくねんというようなぐらいですね、足腰の強さをね、いかんなく発揮して、見事なプレーを見せているということで、まあ明らかに達川選手の登場機会も増えてですね、まああの、ミッチェル・ビクター・ジャモー選手と、それから26番藤本選手と、3人でどんどんこれからも見せてくれそうだというところで、まあ、パナソニックに関しては、この乱攻撃に関しては、まあ、何の心配もなかったと思うんですけど、まあ、結局、新しいクォーターバックのジェイロン・ヘンダーソン選手が、まあ、どれぐらいやれるのかということで、まあ、ちょっとまだですね、正直見えてこない部分もあるというか、もちろんパス成功率も高いですし、レシーバー陣との、特にまあ、特に移籍してきたアルフォンゾ・オヌワ選手ですね、エレコムのこのオヌワ選手がもう一人でどんどん取っちゃって、てるような感じで、まあ、正直もオヌワ選手に関してはもう実力はよくエレコム時代から分かってるので、まあまあまあ、これもすごい大きな戦力になってるかなというところで、次が、オール三菱との試合ですね。10月22日、MK タクシーフィールドエキスポで試合ですけど、まあ、ここで一つ、まあ、三菱と試合があって、まあ、まあ、正直インパルス、パンセキインパルス危なげなく勝つんじゃないかなというところはあるんですけど、まあ、ただオール三菱の、ギブス選手ですね、クォーターバックのギブス選手のランとかっていうところに、ディフェンスがどれぐらい対応できるのか、逆に言うとオール三菱のこのギブス選手も、このパンセキ相手にどこまで、ランというかね、もちろんパスもそうなんですけど、走るのが素晴らしい選手なんで通用するのかというところもあって、で、まあ、注目ではあるかなと思ってます。まあ、ただ、一番パナソニックとして大きな、試合になるのは11月5日、王子スタジアムでの IBM ビッグブルーということで、まあ、IBM はパナソニックが、まあ、ある意味一番苦手にしてるチーム、まあ、富士通との対決を除けば、IBM はかなり苦手にしてるチームかなと思うので、まあ、去年もですね、レギュラーシーズン全勝で圧倒的な力を見せつけてきたパナソニックだったんですけど、IBM に対しては接戦にね、最終的になって、本当にギリギリのところで勝ったというところだったので、まあ、で、これ特に大事なのはですね、1位通過するか2位通過するかってめっちゃ大事なんですよね。この、トーナメント表の山を見ていただくと、ディビジョン A を1位で、通過すればですね、反対側のディビジョン B の1位チームとは、ライスボールまで当たらないということになります。で、おそらく富士通が、ディビジョン B の1位で通過してくることを、思うと、もしこれディビジョン A1 位通過できなかった場合にですね、まあ、トーナメントの途中、準決勝あたりで富士通と当たらないといけないということになる可能性が非常にあるので、まあ、それを考えると、IBM もパナソニックも、これ本気で最終試合では、レギュラーシーズン最終試合でありますけども消化試合には絶対ならないので、これは非常に大きなゲームになるかなというところですね。あ、これパナソニックだけで今10分ぐらい喋ってる。このペースだと、どんぐらいやんねんっていう感じなんですけど、まあちょっとその圧倒的なパナソニック今後注目ですね。はい。ということで、次が、まあ同じく、ディビジョン A で現在1位にいる IBM ビッグブルーですね。全勝で来ています。IBM に関してはですね、まあ、野島戦ですね。この試合、昨日あった野島戦が一つ大きなゲームだったんですけど、27対24で勝利ということで、まあ、正直 IBM に関してはディフェンスが、心配されていた部分もあったかと思うんですけど、オール三菱戦で35失点というところが、言われたかと思うんですけど、まあ、正直オール三菱も今年かなりオフェンス、強くなってますんで、まあ、35はちょっと、優勝目指すチームとしては取られすぎかもしれないですが、それでも、まあ、その分得点をね、上げるという IBM らしい勝ち方を、したのがオール三菱戦ということで、で、昨日の野島戦は、まあ、正直、野島のやりたい、ゲーム、
の形になっていたかなと、思うんですが、その中でもディフェンスがですね、改善がかなり見られて、特にディフェンスラインの選手のプレッシャーが、相当良かったなと思ってます。まあ、福岡サンズから移籍した島野純三選手の、プレー、激しいねプレースタイルの、選手ですけども、その獰猛さがですね、このパスラッシュに効いていたかなというところで思いますし、まあ、ジェームズ・ブルック選手、やっぱり年齢も重ねてきて今33歳ということで、まあ、前世紀ほどの、破壊力はないにせよ、クレバーなですね、プレーを見せているという部分もあると思いますので、もうジェームズ・ブルック選手、島野選手、他にもですね、92番の草野選手もね、目立ってたかなと思います。このあたりのディフェンスライン陣が、かなりプレッシャーをかけたということは野島戦では大きかったのかなというイメージでしたね。で、IBM は実戦アサヒビール戦ということで、まあ、ちょっと、ここは楽に勝ちたいところだとは思うんですけど、まあ、アサヒビールもかなり、ロックレイ選手加入で力をつけている部分もありますし、まあ、僕の予想では接戦でまた、途中でまた IBM がボコボコと点数を入れるかもしれないんですけど、序盤いい勝負になって、その後突き放すのかなというような気もしますが、で、まあ、さっき言ってた、パナソニックとの大一番に挑むという形になってます。まあ、オフェンス、オフェンスですね、プレスリー選手ですよね。ランニングバック26番のジュレル・プレスリー選手が、まあ、NFL のプレシーズンでも、キックオフリターンタッチダウンを、決めたというような映像も出てきてますけど、こういった選手が入ったのは非常に大きくて、で、それだけじゃなくて、加藤選手、ですかね、昨日活躍、されてた選手もいたので、そういう意味ではランプレーがですね、去年よりも期待ができるということで、パスが、パスのチームというイメージ強いんですけど、非常に、このラン攻撃ということも強力になってるんで、まあ、オフェンスに関して言うと、まあ、また止まらなさが増したかなというような感じは、しますね。まあ、たまにこうミスでね、崩れるみたいなことが、まあ、野島戦でもあったんですけど、まあ、それも含めてちょっと IBM は、ミスを恐れず、どんどん行くというような、スタイルのチームなので、まあ、ディフェンスがそうですね、野島戦でちょっと改善の兆しを見せたというところから、ですね、どこまで対応しきれるのかというところかと思います。まあ、パナソニックとの試合は点の取り合いになるかなというところで予想してますが、どうなるかというところですね。で、まあ、続いて、この順位の、次で言うと、まあ、1位タイは並んでるんですけど、2位の方も、あれですね、野島相模原ライズ、アサヒビール、シルバースター、タイナイディアーズっていうところが、続きますかね。あ、じゃなかったですかね。はい、はい。で、まあ、ライズですね。次、野島相模原ライズなんですけど、まあ、ここはですね、正直この IBM 戦という山で勝てなかった。しかもまあ、試合展開としては予想してた流れというか、理想の、まあ、ゲームに持ち込めたんじゃないかなというような感じの中で、勝ち星を落としたというのはちょっと大きな、痛手になってるかなとは思います。で、まあ、戦力的に大きく、そんなに大きくは変わってないところだと思うんですけど、まあ、オフェンスで言うと、ね、パランデック選手、から、まあ、パスを、85番の、八木選手に飛ばすっていうようなところは、まあ、去年と変わらず、ランニングバック陣が怪我からね、復帰をしてきた、メンバー、デレク・アキラ・ウィリアムス選手とかもね、どんどん出てますけど、まあまあ、野島らしいフットボールが、ここまで見られてるのかなというようなところですね。ただやっぱり、最後の最後、競った時にですね、まあ、IBM 戦のように、どう勝っていくのかというのが大きな課題になって、いるかなと思いますし、次節タイナイディアーズ戦、まあ、もちろん野島の方が戦力的には、上なのですが、まあ、ちょっと戦い方次第で、気をつけないといけないかなと。どれぐらい得点を、上げられるのか、もちろんじっくり
じわじわランプレーで攻めて、しっかり取るところで取ってディフェンスで守るというチームスタイルではありますが、まあそういうゲームの中でディアーズが勝ってきているので、ちょっとここは注目。で、オール三菱ですね。その次は、坂見原祇園スタジアムで、11月5日に、レギュラーシーズンラストはオール三菱との試合になりますが、これもですね、ジョン・ギブス選手の、スクランブル含めて、どういう対策をするのかというのは注目になるかなと思ってます。あ、で、さっきちょっと戦力的にそんなにって言ってましたけど、あれですね、ディフェンスで言うと、ジェイス・キャップス選手、カンバランド大学出身のルーキーの選手が、昨日の試合でもね、結構活躍をしていたというところもあったので、まあ、ジェイス・キャップス選手も、このあと試合数を重ねていって、良くなってくればもうちょっとですね、ディフェンスの幅もできてくるのかなというところでは思います。はい。で、続いて、アサヒビールシルバースターいきましょうかね。アサヒビールは、まあ、初戦エリアからね上がってきた、今年上がってきたチームですけど、初戦オール三菱との、試合でいきなり、しっかり24対14で勝利を、得たというところは一つ大きな試合だったかなと思います。ジミー・ロックレー選手、オービックシーガルズから、移籍してきましたけど、いきなりですね、まあ、ロングパスも含めて、しっかりと通せてますので、まあ、コンビネーション的な部分でも問題ないのかなというところですし、プレッシャーかかる中でもしっかり、パスを投げ込んでる、ところとかも見られるので、面白いなと思ってます。まあ、一回引退状態にあった中で復帰されたというところの登録になっている18番のワイドレシーバー、大沢選手、とのコンビネーションというところもですね、野島戦では見せていたりもしましたので、まあ、もちろん、林選手、83番の林選手がエースレシーバーで、いて、っていうところもあるし、6番の河村選手が走ってというような、去年までのスタイルの部分もあるんですけど、まあ、このロックレー選手が入ったことによってより、ロングパスの脅威というところが生み出しているという意味で、今後楽しみかなと、思っています。まあ、前節パナソニックとの試合は、大敗してますけど、ロックレー選手とか、ライアン・ベイム選手もですね、出てなかったりもしたので、まあ、あまり参考にならない、と思っていいのかなと、思っています。で、次が IBM 戦なので、まあ、ここと次のタイナイディアーズ、ここを2つ勝って、ライスボールトーナメントに進みたいということだと、思いますが、まあ、IBM との試合をこうどれぐらいの戦いになってくるのかというのは非常に注目ですね。で、やっぱり、ディフェンスがどこまで粘れるのかということで、前半で突き放されてしまうとちょっともう厳しいかなというところでは思うので、前半、まあ、7点差、10点差いないぐらいで、なんとか折り返したい、まあわよくばリードというところもあると思うんですけど、まあどこまでそれができるのかっていうところで、まあただですね、IBM かなり、さっき言ったようにディフェンスラインジンも、改善されてきているようなところもありますので、まあ早めのパスというようなね、ところで勝負をしていくといいのかなというところで思いますが、どうなるでしょうか。まあ、その後、タイナイディアーズとの試合ですね。まあ、ここも一つ、エリアに上がったチーム同士と、あ、エリアから上がってきたチーム同士というところで、まあ、ここの試合ね、戦力的には、大差で勝ちたいところだと思うんですが、タイナイディアーズも、かなりちょっと粘り強い戦い方をしてきてますので、ちょっと読めないですね。なんか今年本当読めない試合がね、多いですよね。そういう意味ではね、楽しみですね。では続きまして、その体内ディアーズの話に行きましょうかね。まあ、体内ディアーズとしては、やっぱり今日のオール三菱とのね試合、ベストバトル、今季ベストバトルかなと思ってますけど、まあ競った中でしっかり勝てるというかっていうゲームいいと思いますし、特にディフェンスがこの試合かなり頑張ったかなと。まあ正直もっとオール三菱が点取るっていう、展開もあり得ると思っていたんですが、まあ良かったですね。かなりね、
まあ、あのディフェンスの粘りと、まあ、オフェンスちょっとねゴール前で取りきれなかった場面が2回ぐらい続いたというシーンもあったんですけど、やっぱり最後のドライブの加藤選手、クォーターバック9番加藤翔平選手の落ち着きっていうのは素晴らしかったかなと思ってます。9番の加藤選手はですね、関学出身で、現在34歳なんですけど、復帰されたんですね。もともと日本代表のクォーターバックをやっていたようなものすごい選手でした。なので、まあ、そういう意味でもですね、まあ、ベテランらしい落ち着きというのを、見せた、試合だったかなというところです。まあ、ただ、まあ、戦力的にちょっと、上のチーム、次野島アサヒビールというところで、続くと思うんですけど、まあ、ここのところでどこまで、早い段階で、レシーバーと呼吸を合わせてパスを通せるのかというところもありますし、まあ、本当はもっとランプレーを出したいんだろうなディアーズはというような、今日の試合とかを見ていても思ってたところがあるので、まあ、もちろん今日の試合でも、出てた部分はあったんですけど、よりコンスタントに、ランを出し続けるということがですね、できるのか、まあ、特に、次の野島相模原ライズとちょっとタイプが似てるチームじゃないかなと勝手に思ってはいるんですけど、そこでこう、まあ、競った試合に持ち込んで、まあ今日みたいにですね勝てるかという意味ではランプレーをしっかり決めるのもディアーズは大事かなと思ってます。あ、ちょっと今ですね、入ってきてくださった方がどんどん増えてきたので、改めてちょっと今日はですね、X リーグの前半振り返りと後半の展望の話を、しております。で、ちょっと時間とかも見ながらまずは X1 の試合を試合というか X1 のチームの話をがっつりして、その後、時間を見ながら X2、X3 の話もちょっと触れられたらなと思ってます。途中からミッチーさんが入ってくださる予定になってます。はい。ですね。まあ、ディビジョン A はですね、あと、オール三菱ですね。残念ながら現在、まあ、まだ勝利は今シーズンなしということなんですけど、かなりですね、いいチームになってるんじゃないかなと、なってきそうだなというような、予感を感じる。まあ、まだ勝ってないので、あえて予感という言い方をしておきますけど、まあ、個人的にはもうかなりいいチームになってきてるなと思います。というのも、やっぱりオフェンスで言うと、ジョン・ギブス選手ですね。まあ、ルーキーで、28歳ではありますけど、外国籍選手が加入をして、まあ、このギブス選手ですね、まあ、パスもそうなんですけど、やっぱりスクランブル能力が高いということで、自分で持って走るということが、できるというところもすごいですよね。今、X リーグの、公式ホームページのスタッツを見たら、なんとですね、ランのランキングで、ミッチェル・ビクター・ジャモ選手、パナソニックのジャモ選手に次いで2位が、ジョン・ギブス選手になってます。49回のラッシュで306ヤード、3タッチダウンで、79ヤードのロングランも決めてるっていうクォーターバック。すごいですね。ものすごい選手ですけど。まあ、ギブス選手がこうやって、まあ、計算で走ることもあれば、スクランブルで走るということもありますけど、それは大きくて。で、レシーバーの選手との呼吸もですね、まあ、初戦は、アセミル戦では、熱い分もあったのが、急激にこの IBM 戦で改善され、今日の体内 DR 戦でも、いいコンビネーションを見せてる部分が、見られたかなと思ってます。で、まあ、IBM 戦でかなり良かった分ですね、これをしっかり体内 DR に研究されて、まあ、今日はインターセプトとかも、されてましたが、今後さらに、それを上回る修正ということが、されてくれば、面白いチームだなと思ってますし、まあ、もともとオール三菱って学生時代のこうスーパースターがたくさんいるチームですよね。なので、まあ、そのあたりも含めて楽しみだなと思ってます。で、今日何気にこう、X リーグのね冊子を、イヤーブックデータブックを見てて、コーチ陣にですね富士通で優勝した時はずっと優勝してますけど、富士通時代、優勝経験もある、ジーノ・ゴードンさんが、
オフェンスコーチに入ってるっていうのと、ディフェンスのアドバイザーに武田真治さん、この方も日本代表の、コーチ、エルコムとかでもやっておられたような、方ですけど、そういうコーチ陣もオール三菱かなり、熱くなってるというようなところも考えると、まあ、組織としての、組み立てがかなり、できているチームを見ていって面白いチームだなというところで思ってます。あと、ランニングバックで言うと、中野哲也選手もですね、キャリー回数は18回なんですけど、184ヤード、稼いでいたりしまして、まあ、いいところでファーストダウン更新というのが今日もありましたけど、まあ、パス、ギブ選手のパスとランに注目しがちですけど、この中野選手のランも非常にいいなと思ってます。余談ですけど、レッツハドルのアカウントでですね、X リーグのリツイートキャンペーンで、チェキがね、オール三菱の皆さんのチェキをいただけるというのが当たりました。はい。ちょっと到着楽しみですね。ということで、まあ、オール三菱まだ勝利はないものの、かなり、いいチームになってきてるっていうところなんですけど、ただ、次節パナソニック、その次が野島ということで、まあ、ちょっと来週は、まあ、勝つというのはちょっとね、厳しいかなとは思うんですけど、まあ、パナソニック相手にどこまでやれるのかというところは、一つ、まあね、これからの期待という意味でも大きいかなと思いますし、どこまでこのギブス選手が通用するのかというのは見たいなと思ってます。で、最終節野島戦で1勝を挙げるというのはまず、やりたいというところかなと思うんですけど、まあ、この調子でいけば入れ替え戦に、行く可能性が高いチームに、今のところなっていますので、まあ、そういう意味でも、しっかりですね、スーパーに、残るためにも、今後、注目ですし、まあ、今シーズンだけじゃなくて来シーズン以降にすごく期待が持てるような内容だと思うので、注目ですね。ディフェンスの話はあんまり、できてなかったですけど、もちろんポール・ボイエティ・ジュニア選手、中心にというところで注目ですし、まあ、今日のディアーズの試合とか見てても、まあ、IBM 戦からかなり、修正された部分もあったのかなというふうに思ってます。ということで、ディビジョン A だけで30分ぐらい、すでに話してますけど、この調子で、ディビジョン B の方も行きたいと思います、もしちょっと皆さんからね質問とか何か、これも喋ってよというようなことがあればハッシュタグ、レッツハドで、つぶやいていただけたらできるだけ、見たいと思ってます。ちょっと喋りながらなのでどれぐらい見るか分かんないですけど、よければ、ツイートお願いします。はい。で、続いて、ディビジョン B の総当たりの方ですね。見ていきたいと思います。まあ、富士通フロンティアーズが現在、1位ということで、ちょっと、まあ、頭一つどころか、二つ三つぐらい抜けてるような、内容ですけれども、まあ、もう、申し分がないですよね。まあ、初戦49対0、2試合目69対21、3試合目40対7ということで、まあ、危なげなく、勝ってきています。まあ、その中でも今年はですね、ランニングバックの三宅選手、三宅幸喜選手ですね、関学出身の三宅選手の起用機会が増えてるのかなというところで、思ってます。もちろんトラション・ニクソン選手とかサマジ・グランツ選手もボール持ってるんですけど、まあ、三宅選手も普通に驚異的なスピード、もうちょっと抜けたら終わりですよね。もう一瞬走路が開けば、もう絶対タッチダウンみたいな勢いで、走られる選手なので、三宅選手は一つ見に、行くと面白い選手かなと思います。レシーバー陣で言うと、まあまあでも、これも去年と、まあ中村輝明選手、クラーク選手が移籍したっていうのは、ありますけど、まああまり、関係ないかなと。あ、吉本純平選手もね、抜けましたが、まあ、結局、層が厚いというところで、全然問題ないかなと。まあ、松井力選手ですよね。一番はやっぱり松井選手がメインターゲットとして、今シーズンも健在というところで、まあ、NFL のね、国際プログラムチャレンジでも、40ヤード走4秒
41でしたっけ。もうすごいですね。なんかすごさ、僕も40ヤード走だけであんま分からない部分もあったんですけど、アイシールドと21とかで見てるレベルのスピードなんで、すごいなとか思ってますけど、はい。で、まあ、サマージ・グラント選手もレシーバーでね、いてっていうところで、まあ、ちょっと、この辺はもちろんなんですけど、まあ、名古屋サイクロンズから移籍した、坂本アンドニ・マウネディ選手、っているんですけど、この選手も非常に身体能力高い選手なので、あまりまだ出場機会ないですけど、これから、使ってもらえるとより面白いかなと思ってたりします。ディフェンスの方ではですね、まあ、ディフェンスもですね、全然なんか変わりなくすごいというか、昨日のアサイン両戦では10番の神山選手が、かなり目立ってましたね。一人でプレーを壊すみたいなシーンも、あったので、うん、ディフェンスライン、まあまあまあ、ちょっと恐ろしいなと。ラインバッカー、山岸選手、貝崎選手と、いう関学出身コンビもいますし、ディフェンスバック、アディアミ選手とかね。昨日はですね、アディアミ選手が、アサイン寮の一番のロバート・ジョンソン選手をほぼ、完璧に封じてたというシャットダウンしていたというような試合でしたね。アディアミ選手も32歳ですか、この X リーグでも歴が長くなってきましたけど、変わらずものすごい、カバーを見せているというような感じです。まあ、富士通は正直次エレコム、最終オービックとありますけど、まあ、今年ちょっとオービックが調子悪いこともあって、まあ、全勝間違いなしと言っていいかなというところで思います。ディビジョン B の1位で、まあ、間違いなくいくと思うので、まあ、あとはトーナメントでどんな、準備というかね、結果を残して、もう東京ドームに行けるのかということを考えているのではないでしょうか。はい。ということで、続いては、まあ、次がね、ちょっとね、本当はオービックが2位でということで、言うはずだったんですが、オービックとエレコム神戸が並んで、ディビジョン B の2位ということになっています。まあ、ここに今聞かれている方で今のオービックの状況を分かっている方がどれぐらいおられるか分かりませんが、もともとやっぱりオービックは2020年 の、 あのコロナの短縮シーズンではありましたが優勝、富士通を倒して優勝をしていますし、まあ、間違いなく富士通、パナソニックと合わせて3強と言われてきた、チームですね。はい。あ、ミッチーさんがリクエストくれたんで入ってもらいます。よいしょ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ミッチーです。すいません。ミッチーさん。配信の、月曜日からアメフトさんの配信のお手伝いが終わりまして、先ほど帰ってきたところです。お疲れ様でした。今日も雨降ってましたか、そっち。いや、一瞬でしたね、雨は。ああ、よかったです。よくはないか。寒かったですね。からは晴れたんで、まあ、天気的には、まあ、良かったですね。あ、なるほど。お疲れ様でした。今、ちょうどね、オービックシーガルズの話をし始めようとしたところですけど、ミッチーさんはどう見てますか、今年のオービックは。そうですね。まあ、ちょっと昨日、動画で途中まで見かけてたんですけれども、まあ、やっぱり、昨日も数字、ジェイソン・スミス自体、数字自体は出てるんですけれども、まあ、ただ、ほとんどそれがまあ横のパスであると。はい、まあ、確か、19投げて17とか15ぐらいの成功だったんですけど、まあ、成功ということに関しては、やはり横のパスがあまりにも多すぎて縦に飛んでで距離に関しても、まあ、ほぼ、オール三菱ライオンズのミスで、ハフがガラキのところに決めたというのがところなので、うん、まあ、オフェンスとしては進んではいないということになりますね。うん、やっぱりそうですよね。去年までね、ジミー・ロックレー選手がクォーターバックでいたんですけど、はい、今年はちょっと大きく戦力を変えてきたというところでしたよね。で、はい、まあ、ミッチーさんも、よく知っている IBM から、はい、ジェイソン・スミスが移籍してきたんですけど、もともとでもレシーバーですもんね、この人ね。そうですね。多分ビッグブルーでもクォーターバックで一瞬入って、多分ワンプレー、ツープレーぐらいの、多分フリーフリッカーとか、そこら辺のやつしか多分やってないはずです。はいはい、そうですね。で、まあ、多分
過去にアメリカの学校で QB の経験もあるようではありますが、今の X リーグの中で QB を張るにはちょっと厳しいのかなという今ジェイソン・スミス選手の状況があって、オフェンスがだから全然ね今獲得やる的にも伸びてこないというところですよね。で、はい、ただまあ、ランプレーという意味では、西村菜々人選手ですね、立命館大学出身のこの選手が、入ってますし、ランニングバック陣は、まあ、リータク選手とか、去年までいた木村選手とかね、望月選手が抜けてはいるものの、はい、そんなに大きく見劣るわけではないとは思うんですが、そうですね、まあ、ただ全体としてそれでコーディネートできてるかっていうと、はい、まあ現状できてはない、うん、まあやっぱり縦パスの脅威がねないですもんね。ちょっと昨日のスタッツ簡単に見てみたんですけれども、はい、まあ、投げ分けられてもないという状況ですね、うん、レシーバーに関しては、まあハーフ選手がだからといってハーフ選手をひたすら狙ってるかといえばそうでもないというような感じで、はいはいはい、まあ、コミュニケーションもうまくいってはいない状況でどうするかというところでちょっと打開策が、うん、まあ、多分クォーターバックスクランブルを含めたっていうところになってしまうと、まあ、ちょっとラッシュをかけられてしまうとちょっと今どうしようもないというような状況が続いているのかなというふうに思います。そうですね、まあ、ちょっとそんな状況がある中で QB が、15番の小林選手もいますし、今年電通から加入した13番の芝草崎哲平選手もいるので、はい、このあたりがもうちょっと起用されてくるのか来ないのかっていうのもちょっと次の試合、ね、気がかりですね、気になるところですよね。 で、まあ、ディフェンスに関してはまあいろいろ言われることもあるかもしれないんですけど、まあ、個人的にはだから、まあ、修正能力が非常に高いっていうところはさすがオービックなのかなと思ってまして、はい、まあ8日の試合ですね、東京ガスの試合も結局競ったんですけど、はい、まあ、なんというか、前半はかなりランプレーやられたんですけど、なんかかなりランブロックもDL陣もコントロールされたようなイメージだったんですけど、後半 ほぼねランも出さずに終わったという意味 で、ね、はい、なんか前半から後半への修正、まあ福岡サンズの試合でもねそうですけど、かなりさすがだなというような感じで思ってますが、まあ、ディフェンスラインで新しく加入したカーデル・ローリング選手がまだいまいちちょっと目立ってないのがちょっと気になるかなというところですかね。まあ、ディフェンスバック陣は変わらず相変わらず強いですね。そうですね、はい、ディフェンスは、まあ、例年通りなのかなという、うんうんうん、まあ、感じ受けております。そうですね、まあ、なので結局オフェンスが改善されなければもちろんディフェンスも苦しくなるので、そうです ね、ちょっと、まあ、このあと厳しい戦いになってくるかなという、はい、はい、まあ、次が朝日飲料なんで、ここをマストウィンというところですよね。まあ、あとはエレコムと結局どっちが2位になるのかっていうのはちょっとね、楽しみですけどね。楽しみですね。はい。はい、ということで、次はエレコム神戸ファイニーズの話に行こうと思うんですが、まあ、こちらもですね、戦力がもう大幅にどころかガラッとチームが変わったんじゃないかというぐらい入れ替わってまして、ちょっと今改めて登録選手のやつをデータブックで見てるんですけど、本当に半分ぐらいかな、新人移籍とかで入ってきてるような状況になってて、コーチ陣も、ちょっと入れ替わってる部分が、ヘッドコーチの時元さんに変わったということで、もともと近畿大学とかでね、社会人でも富士通とかでもコーチをされたことがある方ですけど、まあ、ちょっとフレッシュなチームになってるイメージですけど、ミチーさんどうですか、エレコムは。そうですね、まあ、ファイニーズに関しては、まあ、その調子の良さが、まあ、シーズン、複シーズンにわたって持続しない。いい時はいいんだけど、ちょっとそこでこうまた一個ステップアップしようかなと思うと、またちょっと、まあ、例えば戦力が抜けたりとかなんかでちょっと後退してしまうっていうのを、まあ、繰り返しているっていうようなイメージではありますね。そうですね、まあ、結局だから去年のシーズンまでのなんかチームのあり方がそういうところで、まあ、そこの課題を感じて今年大幅に変えたのかもしれないですね、もしかしたらね、はい、
で、まあ、ちょっと今年はなので、クォーターバック、デビッド・ピンデル選手が入ったということで、まあ、このピンデル選手はシーズン始まる前から相当注目されてまして、ツイッターとかでもね、なんかあのいいねしてくれたりとかそういう意味では反応があったり、はい、まあ、そもそもあの動画でパスの投げる速さが異常だということでね、はい、注目されてましたけど、実際試合を見てみて確かにやっぱりパス投げる、スピードというかこのモーションに入ってからでボールが手から離れるまでのスピードはものすごいなと思ってはいるものの、ただ、まだ、まあ、ちょっとずつ今合ってきたっていうところで だとは思うんですけど、なんか状況を大幅に変えてくれるっていうところのシーンはまだ見れてないというようなところかと思ってまして、まあ、なのでスタッツ的に言うとオービックとの試合も、まあ、あえて言うと勝てたんじゃないかなと。あ、なるほど、はい、ちょっと厳しい見方をしてるんですけど、そうですね、最後に同点のタッチダウンで、そうですね、ですよね、はいはい、で、まあ、オービックのさっきのちょっとオフェンスの状況も考えると、考えるとまあそうですね、はいはい、で勝ちきれば、そうなんですよ、試合内容的にも僕は勝てたんかなっていうようなところはあったので、まあそういったところを、まあ、まだね、とはいえこのビンデル選手体制、時のヘッドコーチ体制で秋の2試合目だったので、このあとですね、特にトーナメント、ライスボールトーナメントに入った時に、ちょっと覚醒するシーンを見たいなというところは思ってますけどね。はい。はい、で、まあ、昨日、おとついかの、大谷福岡サンズの試合は31対7では勝ったんですけど、デビン・フェルプス選手があんまり活躍できてなかったんですよね。はい、で一方で、まあ、去年から、目覚ましい活躍を見せている、大阪教育大学出身23歳の内田博樹選手、7番の選手なんですけど、めっちゃいいんですよ、この内田選手がこの内田選手がですね、オービック戦でも2回タッチダウン取ったのはこの選手だったんですけど、はい、この選手が、まあ、スロットに力走り込んでもいいし、外側でもしっかり取ってくれるというところで、あえて、言うとこのフェルプス選手もいい選手なんですけど、内田選手がナンバーワンレシーバーと考えてもいいのかなという、ところで思ってるので、まあ、そういう意味ではフェルプス選手、内田選手ともう一人ぐらいちょっと確実なレシーバーがね、そうですね、第三レシーバーが欲しいですよね。欲しいですよね。やっぱり IBM なんかで言うとね、レシーバー白根選手とか鈴木選手とか、ね、はい、近江選手とか以外にもたくさんいますもんね。そうですね。スタントン選手がいますね。ね、ジョン・スタントンね。で、そういう選手がもう一人二人ちょっと出てくると、一気にっていうところがありますね。で、まあ、エレコもなんといってもランニングバック、前田公明選手、去年感覚で、まあ、素晴らしい活躍を見せてシーズンの MVP かな、あ、こう、あ、そうですね、シーズンの MVP を取った選手が入ってですね、まあ、ちょっと社会人でどれぐらい通用するかと思ってたんですけど、なんか体が一回り大きくなってまして、で、ね、非常にいい走りを見せてるので、で昨日は、あ、おとついは24番の白上選手、ベテランの選手も、走ってたというところで、まあ、この2人の乱攻撃、もう一人秋元美音選手もいますしね、っていう意味ではエレコムめっちゃいいやんって感じですね、ランプレーも。なので、うん、なので、まあ、だからこそちょっともうちょっと、まあ、サンズ、福岡サンズの試合ももうちょっと大差勝てた可能性もあったかなと思いますし、うん、そうですね、はい、まあ、仮に今後の日程で言うと、まあ、結局シーガルズと直接対決で勝ってるのは、まあ、大きいということになるので、まあ、今後の、日程をちょっとですね、次が10月22日に富士通との試合で、はい、その次が11月6日に東京ガスの試合ですね。まあ、ちょっとだから富士通には勝てずともどれぐらいやれるかみたいですよね。そうですね、まあ、基本的にはまあ引き分け以上はまあ基本的にはまあ勝ちとほぼ一緒だったわけなんで、うん、まあ、これでまあ得失点差がどれぐらいになるか、うん、そうですね、はい、その得失点差でいうと、まあ、少しでも取っておきたいし、取られないようにしなきゃいけないっていう点では、うん、まあ、気の抜けない試合が
パイにも続くのかなと。そうですね。ですね。で、まあ、東京ガスもですね、体制も少しずつ盛り返しているので、まあ、最終戦に向けてっていう点では何か、まあ、あるかもしれませんね。いや、そうですね。まあ、今回あれですよ、ね、だからオービックと並んだ場合に得失点差が影響するということですね、はい、これね。そうですね、はい。なるほど。まあ、どれぐらい取れるか取れないと。はい。ですね、はい。で、特に、まあ、東京ガスに関しては、まあ、シーガルズ戦も、前線してましたので、まあ、そう簡単に点も取らさせてくれないぞという感じですし、うん、まあ、森脇選手も、走れるような状況ではありますので、はい、まあ、なかなか時間を使われて、まあ、攻撃の回数がそもそも減ってしまうという場合、うん、まあ、勝利に専念してもあるわけなので、まあ、ここはちょっとこの2連戦、うんうんうん、どういうふうにファイニーズは乗り切るのかなというところは大変興味深いところ。そうですね、東京ガスディフェンスかなりねいいですもんね。まあ、ここをどこまで、どこまでというか、まあ、確実に勝てるかというところがポイントですかね。ね、まあ、ディフェンスの方は、まあ、かなり何やろ、まあ、特別抜きんでた選手がたくさんいるというわけではないんですけど、集まりの速さでしっかり止めるというか、そういうタイプで、あとブランドン・マッキンニー選手ですね、ユタ大学出身の、このマッキンニー選手は確かローズボールに2回出場したとかいうものすごい選手らしいんですけど、まあ、この選手結構目立ってるところがあるんで、ちょっとこの辺りがディフェンスが注目かと思います。次がですね、アサヒ飲料チャレンジャーズが今1勝2敗というところで4位の位置に、つけてますが、アサヒ飲料はですね、ここまで、まあ、初戦のエレコム戦が、10対17で惜しくも負けたというところがあるのと、2試合目もですね、東京ガスに対して勝ちはしたものの、最後、残り12秒でフィードゴールで、19対17でなんとかギリギリ勝ったというようなゲームがあって、で、前節富士通戦、昨日もですね、いい試合はしたものの、結局、途中から差をつけられてしまって40対7ということで、まあ、なんというか、今後に向けて、まあ、ちょっと、物足りなさがまだあるかなというのが、今の飲料のイメージではありますが、ミッチーさん、どうですか。そうですね、飲料に関しては、まあ、ご一緒に試合を、そうですね、はい、東京ガスの試合ね。まあ、そうですね、全体的に関すると、まあ、爪の甘さの残る試合だったなというのが、まあ、やはり特に終わり方に関してはもっとすっきり終わらせられることが可能だった試合なだけに、まあ、勝利とはいえ、はい、そこはちょっと、まあ、それがまあ今成績にも若干反映しているのかなという。そうですね、まあ、オフェンスとかで言うとレシーバー陣とかね、特にタレントはいると思うんですけど、その割にちょっと伸び悩んでる、点が伸び悩んでるというか、結局そのね、東京ガスの試合、レッドゾーンが取れてなかったですよね。はい。まあ、そういうところもあるので、まあ、で、次がオービック戦なので、ここが一つ、まあ、そうですね、ここはちょっと頑張りどころかなと。で、やっぱりギャレット・サフロン選手、クオーターバック8番の選手ですけど、もう4年目、5年目ぐらいかなっていうところなんですけど、まあ、ここのオービック戦でどれぐらい結果残せるかというのは、なんかもっと言うと来シーズンのクオーターバックどうなるかっていうところにも、はい、影響するんじゃないかなという気もしているので、うん、ちょっとここは一つ、活躍を見せてほしいなというところでは、はい、思ってます。あとランニングバックで言うと21番の手塚選手とか26番の山田選手、ここもランニングバックがいい選手いるんですけど、うん、そうですね、ランプレーをだからもうちょっとコンスタントにここも出したいチームなのかなと、タイナイディアーズと同じような感想になるんですけど、ちょっとそこが、まあ、昨日も富士通戦でだから自分たちのプレースタイルで戦おうというのはすごい見てて好感を持てたんですけど、やっぱりランもうちょっと出せるように強豪チーム相手にならないとちょっと厳しいかなというイメージでしたね。ディフェンスは結構頑張ってると思うんですけどね、こちらもですね、外国人選手が加入してて、デビオン・ワシントン選手、5番の、
選手が入ったのと、10番のロビー・ワレス選手が入っていて、このワレス選手は結構ね、東芽戦でもプレッシャーかけてましたし、昨日もね、富士通相手に、まあ、サックとまではなかなかいかなかったですけど、いい活躍もしていたかと思います。ということで、まあ、一つ、次戦のオービック戦はお互いにとって大きな試合になりますかね。なりますね。ね。まあ、あの、キッカー、西岡選手がいるので、競った試合に持ち込めれば、多少もたついても、最後勝つという試合に持ち込める可能性もあるかなと思いますけど、オービックディフェンスをどうやって攻略するかですね。そうですね。はい。で、続いてが、先ほどからちょっとたくさん話題に出ています、東京ガスクリエイターズですが、道井さん、どんな感じで見てますか？そうですね。まあ、去年から、まあ、体制、またちょっと外国人の、まあ、登録等でちょっとごたごたがあって、まあ、結局、まあ、チームが一新変わってまた変わってしまったっていうところから考えると、はいはい、まあそうですね、まあ、チームとして、まあ、クォーターバックを加えながらもやっぱりランできっちり取っていくかなっていうのが、まあ、この間直接試合を見た時のイメージだったんですけれども、うん、そうですね、確かに、まあ、去年ね、ジャレット・エヴァンス選手という、カレッジでも活躍されたクォーターバックが来ていた中で、ただまあなかなかちょっとレシーバー陣が、あの、パスを取り切れずというようなシーンも目立った中で、今シーズンどうなるのかなと思っていたら、ちょっともうエヴァン選手はいなくなって、どころか外国人選手が総入れ替えになっているチームですね、東京ガス。で、ルーキーに、ランニングバック森脇選手、神戸大学でも活躍された選手が32番で登録入ってまして、この選手が非常に活躍をしているというところと、まあ、クォーターバックにですね、リース・フォイという、アマースト大学出身の外国籍選手の選手が入ったんですけど、まあ、ちょっと前節も理由はわからないですが、スタイルして、まあ、おそらく怪我なのかなと思いますけど、結局クォーターバックとしては中井敦樹選手、立命館大学出身の選手が出場をしているというようなチーム状況で、でディフェンスに関しては去年と、大幅にはディフェンスメンバーは変わっておらず、特に主将の松倉武雄選手、ディフェンスバックの選手は、ランサポートも含めて、非常に、いい主将らしい活躍を見せているのと、あとディフェンスバックの森上守選手、個人的に注目してるんですけど、名前が守るでディフェンスの選手なんでめっちゃいいなと思ってるんですけど、このあたりの活躍もあって、かなり、ディフェンス頑張りながら勝負を作ってるなというイメージです。初戦富士通戦だったこともあって、まあ、ちょっと49対0で負けてますが、まあ、あの今年東京ガス厳しいんやろうなと思ってたんですけど、2戦目のその朝日飲料との試合で、こう朝日飲料がもたついてる間に結構ね、東京ガスがあのぐいぐい、森脇選手のランで進んで、得点を上げていってというような場面もありましたし、オービックシーガルとの試合でも同じように、接戦に持ち込んだというところがありました。まあ、ただ、やっぱりなんかオフェンス力っていうところが課題なのかなというところで思うので、まあ、次が東京ガスも大事な試合になりますね。福岡サンズの試合ですね。そうですね、まあ、福岡サンズ現在、はい、ゼロ勝ということではあるんですけれども、クォーターバックの西山選手が、はい、3位ですね、はい、レーディングだと3位なので、まあ、ここら辺の爆発力というのは持っているチームなので、うん、そこら辺どうなるのかというところは大変興味深いと。そうですね、なので、まあ、サンズのパスオフェンスと東京ガスのパスディフェンスの対決が一つ注目っていうところと、あと東京ガスのランをどれぐらい福岡サンズが対応できてくるのかという、ここが勝負どころで、そうですね、はい、で福岡サンズはランディフェンスが今年ちょっと苦しんでるかなというイメージで、まあ、オービック相手にもエデコム相手にもかなり走られていたというところがあるので、ここを森脇選手のランで、ついていくと、
面白いゲームになるかなと思います。はい、ということで、ディビジョン B の最後はお隣福岡サンズですね。はい、まあ、ちょっとここまで全敗ということなんですけど、初戦オービック2戦目富士通なんで、なかなかね大変な試合で続いてますが、ミッチーさんの印象どうですか？そうですね、まあ最初の2戦その横綱で当たってるわけなんでまあある意味胸をこう借りるような形にはもうなっているので、はい、まあ、そこで、まあ、まあ点も、1タッチダウンはしたんですよね、県2試合で。そうですね、富士通との試合は21点取ってますね。はい、まあ、点は取れてるという、まあ、まあ、だいぶ試合の後半なので、まあ、いつものフロンティアのことを考えたら、まあ、ちょっと額面上では取れないんですけど、まあ、点を取れる能力はあるということなので、まあ、やはりここは、まあ、ある程度、まあ、シーズンもう残り2試合ということなんで、まあ、ある程度先のことを考えながら、進めていくというような展開になると思うので、まあ、そこで、まあ、この3試合終えたところで、まあ、何か通じるものと通じないもの、まあ、そこをどう残りの試合で発揮していくかというところだと思います。はい、そうですね、まあ、ちょっと去年まで僕スタッフに、福岡さんのスタッフにいた、ところもありますが、まあ、ディフェンスに関して言うと、まあ、ちょっとひいき目な言い方になるかもしれないですけど、かなり頑張ってるんじゃないかなというところで思っています。とはいえ、まあ、オービックには42点、フェスには69点、エレコムには31点取られているので、まあ、ちょっと結果としてなかなか結びついていないところはあるというところかなと思ってますが、ディフェンスバックに関しては、21番の黒土寛太選手、それから、怪我されてたんですけど、復帰された29番の入口選手、それから、立命館大学から加入した、24番の小西翔龍選手、このあたりの、DB 陣はかなり、いい選手が揃っていると思いますし、実際パスカットのシーンとかね、インターセプトみたいな場面も、ここまで出ているところになっているので、まあ、ここも、まあ、結構やっぱりスーパーで戦うには、ディフェンスをどう攻略するかなんやなって思って、オフェンスが課題だなとここも思ってるところでですね、特に痛いのはランニングバックのダニエル・ワイズ選手が怪我で今出れてないというところが大きいと思いますし、まあ、そもそもランプレーの回数非常に少ないと思います。今エクサンスーパーのパスの成績見てるんですけど、西山選手、小田岡の西山選手が、ヤード的には741ヤード取ってて、加藤翔平選手ついて2位なんですけど、パスアテンプのとの回数が137回なんですね。で、これがその加藤翔平選手よりも30回も多いんですよね、パスアテンプと。なので、まあ、こういう言い方してあれなんですけど、まあ、点差がついてってこともあるんで、まあ、やみくもに投げざるを得なくなってる、あえて言うと、ような試合が続いてるので、やっぱりこう、ここをこう、ランを増やすのかどうかはちょっと別として、まあ、パスで行くのだとしても、リスクを回避しながら、着実に、何ヤードかずつ取っていくというようなプレースタイルを見せれるのかどうか、特にそれでディフェンスの、やっぱりアジャストする時間を取りたいということもあると思うので、ちょっとそこが、今厳しいところになってるかなというところですね。まあ、なので次の東京合戦がさっき言ったように一つ山場です、ね、はい、はい、まあ言ってもね、この東京ガスと朝飲料を連勝すればライスボールトーナメントで進める可能性がありますので、はい、はい、入れ替え戦がどうこうというのを回避するためにも、ここからまあ、急激にチームを変えていけるかっていうところが重要になるかなと思ってます。ということで、スーパーをざっと振り返って、まあ、ちょっとディビジョン A の方は僕のでバーッと喋ってましたけど、ミッチーさん、全体的にどうですか、スーパー見て。そうですね、やっぱりスーパーに関しては、もうシーガルズの不調としてか、言いようがない。そうですね、それが大きなトピックですね。まあそのビッグ3の、うち 2個が、この非常に入っていますので、はい、まあ、順当でいけばどちらかの1位2位というのは確実だったんだろうなというところなんですが、まあ直前に
まあ、ビッグブルーからシーガルズに移籍があって、で、まあ、そこで、まあ、彼は、あのジェイソン・スミスは、まあ、きっとレシーバーかなんかで使われるんだろうと、私も開けてみたら、クォーターバックだっていうところで、まあ、それでどうなんだろうと思ったら、はい、まあ、やはりもう、チーム自体がもううまくいっていない。うん、ということで、まあ、それで、まあ、最終的には、エルコムと、まあ、ほぼ痛恨の負けに等しい引き分けをしてしまったということで、かなり、あの、もう、基本的には、まあ、2位か3位を狙うにしても、ちょっと厳しい、まあ、3位の現状のまま、トーナメントに、突入する可能性が高くなっているという状況で、まあ、トーナメントに出場した場合の、そのチームの、うん、コーディネートっていうのも、ちょっとチーム全体で考えないと、トーナメントもちょっと厳しいんじゃないのかなと。うん、そうですね。まあ、もっと、まあ、より守備的に守備でコントロールっていう風にしていかないと、ちょっとあのもう取ってくれっていう時の一本が多分もうハク選手が、まあ、マンツーマンで高さで勝つとかそういうような形になってしまうと思うんで、はい、まあ、ちょっとそのオフェンスのタレントっていうことを考えると、もうちょっとかなり今年は守備にシフトした方がいいのではないか、うんうん、もう守備で完全に相手を打ち負かすと、はい、はい、まあ、競り合った試合で守り勝つというような方にっていうことですね、はい、まあ、そういう意味では今ジェイソン・スミス選手は無理やりパスをちょっと掘ってインターセプトリターンダチアみたいなことをされていたようなシーンも今はあったので、もしジェイソン・スミス選手で継続するのはそこのリスク管理というところですし、まあ、他の QB に変えるとしてもそのあたりがちょっと気になるところですよね。はい、はい、まあ、あの個人的にはそこのオーベックの不調のところでも含めて、まあ、その次につけてる IBM、エレコム、野島、このあたりがどう絡んでくるのかというところを、注目しているのと、あとエリアからやっぱりチームがスーパーに上がることに関してどうかなと思ってたんですけど、はい、ね、タイナイディアーズと今日の三菱の試合とか、はい、あとアサヒビールとか朝日飲料のちょっと頑張りとかを見てると面白いですね。その辺の競った試合が増えてるますよね、そこはね。そうですね。で、特に今日あのたまたまちょっと配信の関係でちょっと先入りして、はい、ディアーズと、オール三菱ライオンズの試合ちょっと、見てたんですけれども、はいはい、また最後の、加藤選手のクォーターバッキングはものすごく、うん、まあ、まあ、見た中でも、まあ、ベストドライブに入るぐらいの時間の使い方もきちっとしてましたし、はい、で、今ちょっと、配信中で話しちゃったんですけど、加藤選手もしかすると今年がキャリアハイになるかもしれないっていう、あー、なるほど、話もあって、はいはい、なので、まあきちんと、まあ、まず今年は多分きちんと残留ということになると思うので、まあ、残留させればかなりの、評価的にも、まあ、リーグのMVP 取ってもそれはなんかあるのかなっていう、まあ、ちょっと引退してあるんですけど、まあ、逆に引退でちょっと体を休めたことによって今まで蓄積されたダメージっていうのが少し、うん、回復したのかなっていう考え方も聞いたのかなと、うん、なるほどですね。まあ、加藤選手ね、そういう意味でも復帰されたというのはなんかリーグのこの日本人 QB の活躍という意味でもすごい大きいですよね。はい、はい、ということで今ちょっとツイートをしたんですけど、これをちょっと待ってくださいね、共有にあげる、皆さんにぜひ見ていただきたいのが X リーグの方でですね、成績ですね、これちょっとツイート間違ってますね、成績ですね、今共有に入れてますね、ちょっと待ってね、 X リーグの個人成績でした。ということで、入れてますが、あ、その前に、今リップの方ではですね、松川さんが立教の森上ガスにいるんだということで、そうですね、立教大学出身の森上選手めちゃめちゃ活躍されてましたよ。はい、で、今、画面共有で、入れているのが、リンク貼ってます、 X リーグの個人成績になっていて、ちょっとこれを見ていきたいと思うんですが、 X1 スーパーのランプレーで言うと、ミッチェル・ビクター・ジャモー選手が1位、さすがですね。ね、6タッチダウン上げてる、もうこんな上げてるんやと思ったんですけど、28回でキャリー回数もね、28回で351ってちょっと異常ですよね。そうですね、平均10を超えてるっていうことですからね、はい、いや獲得ヤード350、1回走ればもうファーストダウンいっちゃうみたいな。はい、
で次2位が先ほども言ってたんですけどジョン・ギブスだね、369B ですね。QB でもこのランキング入ってるのはおかしいですよね。まあでかいですからね。ねえ、一つ出てますから。ねえ、二つぐらい出てますね。一つじゃない。なんかね、あの XUTV でも言ってましたけど、そんな速そうに走ってないのに一歩がでかいよね、はい、みたいな。はい、で、次がトラション・ニクソン選手、富士通の選手で、まあニクソン選手も一時期もう対策されて、もちろん走るは走るけど、そんなロングゲインないみたいなシーンも多かったんですけど。またなんか息を吹き返してきましたね。まあなんか怖いですね。で4位がルーキーの森脇選手ですね。さっきから話題が出てますが、で、あ、そうか、はいはい、デボさんはあのチェキが、あ、はい、はい、オール三菱ですね。僕は、はい、私はですね、はい、東京ガス当たりまして、おお、やった。5年分あの森脇選手のチェキも無事届くだろうという、いいですね、チェキちょっと楽しみですね、楽しみです ね、結構チェキ当たってる方がこの直行さんとかもね、この中へと当たってはるとおっしゃってましたし、仲間たちが当たってるのを見て嬉しいなと思いながら思ってます。はい、ということで、まあランニングバックのこのランキングで言うと、やっぱりこのジョン・ギブスがここに入ってるということと、富士通からトップ5に2人ですね、宮城選手も含めて入ってるというのが一つ話題かなと。で続いてパッシングが今言ってたんですけど、獲得ヤードの順にこれ並んでるんですけど、なんと上位4位までが日本人 QB です。これすごくないですか。なかなか最近見ないですよね、こんなランキングを。あの外国籍選手の、がねずっと上を攻めてた時代が長かったんですけど、やっぱりこの正本選手、高木選手、この2人、はいがっていうところが、一番大きいところではありますね。今シーズン、正本選手の調子はどうですか。そうですね、まあ、例年よりは今年ちょっと奥放るようになったかなというのは若干イメージとしてあるかな、うん、そうですね、割と、まあ、奥を投げなかったのか投げさせなかったのかどうかはちょっとわからないんですけれども、まあ、はい、まあ、クラフトが専任のヘッドコーチになったということで、まあ、そこら辺若干変わったのかなという感じでますね。で、あとやっぱりプレスリーが入ったことによって走れるんで、投げれるようになる、まあ、そこの両輪はうまくいってるかなという気がします。今までランプレー代わりのパスみたいなのもありましたけど、今はもうランプレーが普通に出ますもんね。そうですね。そういう意味では OK ですね、はい、で高井選手はなんといっても10タッチダウンも上げてるということで、はい、アテンプト60でコンプリート45ですから、ね、ちょっと言いづらいですね、これ。それはすごいですね。成功率やばいですね。はい。はい。まあ、日本一のチームにふさわしい活躍を、はい、しているというところだと思います。まあ、ですね。あの、ランのオフェンスラインの強さが如実に出てる。うん。というところでしょうかね。いや、まさにそうですね。まあ、逆に言うと、外国籍選手も、まあ、安定した活躍を見せる選手は多いんですが、やっぱりこう、抜きん出て、ビッグプレーとか状況を打開できるという選手が、まあ、あの今ディフェンスの、凄まじい向上もあってか少なくなってるのかなというところで思いますが、はい、まあ、ここそうですね、あ、やっぱりパスで言うと、まあ、フロンティアズにいたコービー・キャメロンがもう、はいはい、多分パスでは、うん、まあ、X リーグナンバーワンだったな、もうね、一生忘れないですね。まあ、やっぱりどうしても最後はあの走っちゃうっていう、はいはいはい、まあ、良くも悪くも走れて通っちゃうところがあるんで、まあ、そこがあるんで、はい、やばって若干あのパッシングのレートに関しては若干低くなってるのかなという気がしますね、うん、確かに、やっぱり、はい、まあ、ゲームトータルで考えるとやっぱりこの走れる、ね、外国人選手が多いことでチームを勝たせるっていうのは間違いなくありますから、ここだけで語れない部分もあるですが、そうですね、はい、まあ、やっぱりでも東京ドームで試合をするようなチーム、富士通パナソニックというあたりは最後パッシング能力の差が、去年は出たのかなというふうに思うので、はい、このヘンダーソン選手ですね、あの今の時点で50分の35なんで成功率は非常にいいので、はいはい、ここからビッグプレーちょっと期待したいですね。ですね、はい、でレシービングが、パナソニックのオヌア選手が1位で、まあ、エレコムのフェルプス選手がまだいまいち伸びてないって先ほど僕言ったものの、
結局19回で239ヤード取ってますんで2位ですんで、僕は求めすぎてるだけなのかなと思うんですけど、はい、で次がホルデンハフ選手でサマージーグラント選手で、約5位に日本籍の、横浜会マックスウェル選手が入るということになっていて、打って変わってここトップ4が外国人選手ですね。そうですね、こちらの方は、いつもの主力の方々はまあ大体、うん、そうですね、10位ぐらいまでにいるという感じですか、ね、はいはい、近江選手も10位に入ってますね、鈴木選手も8位と、はい、まあこれで見ると意外と IBM の、ね、レシーバーもっと取ってそうなんですけど、投げ分けてるんですね今シーズン、ね、投げ分けてます ね、 ね、はい、そういう意味では、まあ、あと走れる意味だともうちょっとやっぱりそこの点は、はい、ああなるほどなるほど、はい、はい、そういう意味ではこう、必ずしもこの上位にいればいいというわけではなくて、いろんな選手がね活躍してるっていうこともある意味パスキャッチの要素としては大きいのかもしれないですね。そうですね、はい、はい。でまあ、ディフェンスの方も、見ていくと、東京ガスの、まあこれタックルのね、数で見ていくんですけど、東京ガス赤倉選手が18タックル、朝日ビルの山本選手が 16.5 タックル、以降 13.5 タックルで IBM 寺林選手、ディアーズ天内選手、野島のリーハイタワー選手が並んでるというような感じで、まあ、ちょっとなかなかタックルの数字でどうこうっていうわけではないですけど、まあ、着実なタックルで仕留めている選手というのでイメージがある選手が並んでるかなというような感じであります。インターセプションが、2インターセプトで1,2,3,4,5,6 人並んでますね、ということでここも外国籍選手が半分いますが、オービックの、スケガー選手とショーン・ドレーパー選手がいずれも2回ずつ取っているので、やっぱりオービックディフェンスで頑張ってますよね今シーズンね。そうですね、はい、はい、まあ、しかも去年までよりもターンオーバーを奪ってるイメージの、チームスタイルになっているか、まあそうならざるを得ないのかなと思うんですけど。そうですね、はい、そういう意味では非常にいいかなと。で、まあ、サックはちょっとあんまり参考にならないんですけど、まあ、2サックを上げてる選手が 1,2,3,4,5 人で、まあ、ちょっと数字に表せないプレッシャーをかけてる選手とかも結構多いので、参考になんですけど、 IBM の島野選手と森田選手が2サックずつですね。ですね、はい、はい、まあ、島野選手が入って、まあ、ブルックスもまあかなり年数的にも多分チームでかなり古い方になっているので、うん、はい、まあ、世代交代も含めて、まあ、そろそろというのところもありますけど、やっぱり島野選手とブルックス選手立つとですね、まあ、10年2つ立っているような、いやー、島野選手もでかいですからね、はい、島野選手も192センチですもんね、はい、いや、ということで IBM のパスラッシュがかなり強力ということと、やっぱりパナソニックのジャボリー・ウィリアムズ選手がちょっとやっぱりDL の、多いパナソニックの中でも特別破壊力が、ね、ある選手かなと、はい、思うので、まあ、ちょっと、この辺りを止めるのは至難の技になってくるかなというところでは思います。はい、ということで、X1 スーパーを、ここまで話してきました。よいしょ。この次に X1 エリアの話をしていきたいと思います。ですね、 X1 エリアの方はさっきちょっとツイートの方で電通キャタピラーズさんが、上げているものがあるのでちょっと準備します。あ、その合間に、松川さんからですね、さっきの森上選手について、関学高等部でクリスマスボールに勝って、立教大学に来た選手。あ、そうなんですね。じゃあもともとやっぱり、ポテンシャルのすごい選手なんですね。ちょっとですね、このね、勝敗のね表がちょっとリーグ公式のやつが見にくいんですよね。まあ、得失点差がないんで勝ち点でしか分からないという。そうなんですよね。公式に頑張ってください。ね、順位順に攻めて並べてほしいなみたいな。はい、ということで今ちょっと共有の方に出してるので皆さんも反映されると思うので少々お待ちいただいて見ていただけたらと思うんですが、電通キャタピラーズさんの方でね、非常に見やすい、この勝敗表、
を、順位表を出してくださっているので、そちらをご参照ください。ということで、X1 エリアの、仕組みなんですけれども、ここに記載されている8チームがですね、総当たりという形に今シーズンはなっています。8チームによる総当たりなので、合計7試合行われます。現在 3節まで終わったので、まだ後半戦は4試合あるということで、実は、レギュラーシーズンだけの数でいうと、スーパーよりも、試合数が多いということになっています。で、順位なんですけど、現在、ペンタオーシャンパイレーツが、ペンタオーシャンパイレーツと電通キャタピラーズが、3勝0敗で、この1位、2位のところ、得失点差によって、パイレーツが今1位にいます。で、3位がアズワン、富士フィルム。ここが2勝で、得失点差でアズワンが上にいます。で、その次、警視庁、名古屋、トライアックス、ブルザイズと続いていきます。ちょっとここをざっと見た感じ、ミッチーさん、どんな印象ですか？そうですね。まあ、電通キャタピラーズは、まあ、きちっとその補強を、はい、プラスの方向に、うん、生かしたのかなというのは、まあ、このシーズンの成績が全てを物語ったと思いますね。出てますね。まあ、どうしてもやっぱり、X1 エリアでの、まあ、注意でやや勝ちきれないっていうのが、まあ、キャタピラーズの、まあ、一昨年までのイメージという感じだったんですけども、今年はやはりガラッとそこをテコ入れしたなと。うん。そうですね、確かに。なんかこの辺のやっぱり補強と、それから、スーパーへの昇格の気持ちが、ね、しっかり表れてるっていうところですよね。で、まあやっぱりどのチームもこの、戦力差が大きくないっていうところで、非常に面白い試合が、エリアは多くてですね。で、去年、このエリアの中でも、惜しくもスーパーに上がれなかったという、警視庁イーグルスが、今年苦しんでいるというのも、ちょっとね、ここまで面白いところがありますよね。はい、まあ、リクルーティングが確かにちょっと、警視庁なので、うん、違うというのはあるんですけれども、まあ、やはり、まあ、決め手を欠くといえば、まあ、去年も決め手を欠いていたので、まあ、そこをちょっと対処されると、やはりその翌年以降の成績に、まあ、守備が。守備にやられてしまうというような感じになってるとは思います、うん、はい。まあじゃあちょっとそんな、エリアのチームもちょっと、ワンチームずつ見ていこうと思いますが、まず1位にいるのがペンタオーシャンパイレーツということで、パイレーツはもともとパスがね、すごい強いチーム、日大出身の選手が多くてですね、2番の西澤亮介選手、からのパス攻撃というのが非常に、大きな武器になっているチームなんですが、今年ここまで、躍進している大きな要素は、ディフェンスの堅守というところが一つ、総失点で19点しか失点してないんですよね。他のチームがですね、30点以上取られている中で19点しか失点していないというのは非常に大きな要因になっているのが一つあると思います。はい。で、もう一つは、ランプレーが非常に出ているというところで、もともとパスが強いチームのところに、これもまた日本大学からですね、ルーキーで柴田健人選手が、3番の選手が入りました。この柴田選手が現在、X1 エリアのラッシングのランキングで1位。34回ラッシュ、224ヤード、2タッチダウンを上げているということで、オフェンスラインのランブロッキング含めて、この絶対倒れませんからというような柴田選手のランが出ているのが、一つポイントになっているのかなと、思っています。はい。まあ、パイレーツはね、もともと X1 でもね、他の、さっき言った東京ガスとか、ともね、戦ってたチームですから、ポテンシャルとしてもあるチームなんですけど、そこのあたりが大きなようになってるかなという感じですね。で、続きまして電通キャタピラーズに行きます。さっきミチさん補強がとおっしゃってましたが、やっぱり注目はクォーターバックですかね。そうですね、
はい、ということでエリス・アーロン選手18番の、選手が入りました、26歳のルーキーの選手です。個人的なイメージではアーロン選手、エリス・アーロン選手は確実になんか相手の隙を突くというか、空いてるレシーバーを見逃さずにしっかり通すという意味で、まあ、ド派手なロングバースとかもちろんあるんですけど、着実に着実にというようなイメージが強い選手ですね。リスクマネジメント的にも非常に、いい選手かなと思いますし、まあ、走力もある選手なので、そういう意味でも、かなり、まあ、この選手の加入が大きいんだろうなというところで、思っているのと、電通の方も、まあ、ディフェンスはかなり、頑張ってるのかなと。まあ、初戦ちょっと、富士フィルム戦で21失点してますが、その後は、失点17ということで来てますので、まあ、硬いディフェンスを持ってるかなと。関学出身の選手がめっちゃ多いんですよね、電通。確か10人以上関学出身の選手がいます。はい。まあ、その中でも、活躍している選手としては、山本俊太郎選手。あれですね。福岡サンズの浩司徳田選手と、白文字チャンネルって言って、YouTube やったりもしてますけど、前節でもタッチダウンを取っていたりとか、しているので、注目っていうところと、あとは、こちらもですね、ルーキーじゃない、新加入で、30番の遠藤敦夢選手が入りました。去年まで IBM で遠藤選手いてたんですけど、あんまり IBM では出てなかったですよね、確かね。そうですね、あまり出ていなかったですね。はい、ということで、まあ、出場機会を求めてということもあって移籍されたのかなと思うんですけど、めちゃくちゃ活躍していて当たり負けしないランで、さっき言ったパイレーツの柴田選手ついで2位の、数字を残しているということになってます。29回のラッシュ198ヤード3タッチダウンなので、非常になんというか見ていて気の強い選手なんだろうなという感じで、一回相手にね、レイトヒットされた時にボールを叩きつけて、激高していたりもしましたが、まあ、そういう熱い一面もあるような、すごい、ゴリゴリ、押していくような選手となっています。はい。で、まあ、この電通とパイレーツが、実は、直接対決をするのが次節、その次か、10月30日の、富士通スタジアム川崎での試合になっているので、これはかなり面白いゲームになるんじゃないかなと思ってますし、ここで勝てばもうほぼ、X1 スーパーとの入れ替え戦間違いなしぐらいになるんじゃないかなというところで思っております。で、ランキングで言うと次がアズワンブラックイーグルスですね。アズワンについてですが、アズワンもですね、結構戦力が、入れ替わってルーキーも増えているような感じになってるんですが、クォーターバックが、去年まで轟選手が先発だったのが、今年はですね、エレコム神戸で長らくプレーされた粕谷選手が、現役復帰かつ移籍という形でアズワンに来たのと、それから、渡辺貴信選手、関西大学出身の選手、この選手も去年エレコムだったかなと思うんですけど、移籍をしてきたという形になっています。まあ、そういうところもあってですね、また新しくチームを組み立てていってるような状態だと思うんですが、まあ、初戦パイレーツ戦で負けたのがちょっと、痛かったかなと。パイレーツの、非常にスピードの速いディフェンスライン陣を攻略しきれず、ランもですね、ちょっと思ったように、序盤は出てたんですけど、中盤からなかなか苦労をして、っていうところで20対6で敗北をしたのが、ちょっとこの、あとですね、入れ替え戦を目指すにあたって響くかなというところで思っているので、最終節に電通との試合があるんですけど、まあ、厳しい戦いになると思うんですけど、ここで勝ってるかどうかというところが大きな、左右するような試合になるんじゃないかなと思ってます。注目選手としては、
そうですね、ランニングバック陣がやっぱり、今シーズンも活躍を、しているところがあるので、羽田健人選手、26番のランニングバックの選手、中心にですね、ランニングバックは、たくさんいますので、あと酒井選手ですね、酒井優勝選手とか、このラン攻撃を軸にですね、どこまで展開できるのかというのと、やっぱりディフェンスの方でいうとベテランの、49番今西良平選手、この選手がね、パナソニックでも、活躍をされた、立命館でも活躍されたような、方ですけど、まあ、バッチリベテラン選手がこうやって守って、くれているところなので、まあ、ディフェンス陣が失点をどれぐらい少なく収めれるのかということは、ポイントになってくるかなと思います。まあ、そうですね。まあ、今シーズン、だから、最後、ミネル、富士フィルム、名古屋、電通、この最後の3試合を、どういう形で終えられるかというのが注目かなと思います。はい。続いてが、富士フィルムですね。富士フィルムの方はですね、総得点が37で、総失点が34ということで、実はめちゃくちゃ接戦が多いチームですね。で、初戦の電通戦は、あ、電通じゃない。電通か。電通との試合が24対21で3点差と。これが惜しかったですよね、今思えばね。ということで、ここがちょっと競ってたところと、2試合目が3対0なんですけど、ミッチーさん、これ例のあれですね、コールドゲームですね。コールドゲームですね、言いましたね。はい。あ、ちょっとあれは、両チームにかわいそうだったなとしか言いようのない。そうですよね。結末でしたね。雷の影響で。1時間か2時間ぐらい結局中断して、で、最終的にノーゲーム、ノーゲームにはならなかったですね、コールドゲームっていう扱いだったんで、はい、まあ、ちょっとそこは、チームの人たちがかわいそうとしか。いいようのない結末でしたね。そうですね、3対0で、まあ、この試合はだから富士フィルム勝ったんですけど、トライアックスからしたらちょっとかわいそうなね、はい、特に、試合ではありましたね。まあ、ちょっとこの辺の規定がどうなってるのか分かんないですけど、ちょっとファンとしてももうちょっと見たかった試合だったなとしっかりね思ってますけど、はい。まあ、ただその後ですね、富士フィルムは警視庁イーグルスの試合も、13対10で、この間ね、かなり競ったゲームではあったんですけど、まあ、じっくりじっくり、ドライブを重ねて勝つというような、まあ、勝ち方として非常にいい、ゲームだったと思います。で、去年まではですね、21番のランニングワークの広沢選手が、やっぱり圧倒的なキュン系というか、こう、切り裂いていくようなランを見せる選手は、出たんですけど、今年出場機会があんまりというか出てないのかな、ちょっと事情わかんないですけど出てなくてどうなのかなと思っていたんですが、その分ですね、山田選手がですね、非常に、29番の山田裕樹選手が、活躍をしていて、この個人成績ランキングでも4位に、ランで入っているような選手が出ているので、しっかりランでも距離を稼いでいるのと、まあ、12番の鈴木貴文選手、法政大学出身の選手から、パス攻撃という意味で、エースレシーバーの22番の、桑原司選手に、しっかりパスを通して、この桑原選手、だけじゃなくて、足立選手、っていうあたりにもしっかりパスを通しているので、まあまあ戦力的に非常にバランスが取れてるのかなと、思います。ディフェンスについてもかなり、集まりをよく止めるタイプのですね、チームですね。これも特筆してこう抜きん出た選手を得るというわけではないんですが、バッチリ、みんなで集まって止めるというようなスタイルが功を奏しているのかなと思っています。ということで、富士フィルムはですね、この後のスケジュールが次のパイレーツですね。次がペンタオーシャンパイレーツの試合なので、これを勝てば、ちょっとまだ一気にかき乱すというか、この順位がわからなくなってくるので、ここが一番注目ですね。で、ヘッドコーチの朝倉ヘッドコーチが早稲田でしたかね。
でもあのコーチをされたような方で、かなりチーム作りも長けた方だということですので、このあたり今後後半戦に向けてどういうチームの、立て直しを図ってくるのかと、立て直しというか、まあ、組み立て方をしてくるのかを注目したいと思ってます。で次が5位の警視庁ですね。さっき言ったようにちょっと苦戦をしているという意味で、なぜ苦戦をしているのかというところを、なんですけど、まあ、ランプレーが去年ほど出てないっていうのは一つあるかもしれないですね。21番の富澤選手、27番の伊藤碧人選手は健在ではあるんですが、やはり去年、散々決勝はリーグを、ね、引っ張っていったので対策が想像されているのかなというところでは思ってます。ディフェンスについては DL の薬師寺選手とかですね、桑名選手とかが、プレッシャーをかけたりとかするシーンも目立ちますし、DB の選手もカバー非常に良かったりするので、なんだかんだ、まあ、総失点44ではありますが、まあ、粘り強くやってるのかなと。問題はやっぱり先ほどのエクサンスーパーのチームとかでもそうなんですけど、得点が上げれてないというところがあるのかなと思ってます。総得点が34ということで、一番取ってる電通が104点取ってますので、この開きを考えてもらうと、厳しいかなと。まあ、もともとめっちゃ点を取るタイプのチームではないんですけど、まあ、競った試合に持ち込めていないという意味を考えると、もう少し物足りないかなというところで、まあ、富士フィルムとの試合で10対13というところに持ち込んではいるので、今後こういう、競った中で勝っていけるのかというのが楽しみです。ここも次の名古屋サイクロン戦が、楽しみですかね。ミッチーさん、これ去年のですね、はい、最後の試合が警視庁が名古屋と戦って、勝ったらスーパーに上がれるという試合を落としたというね。そうですね。はい。そういうこともあったので、名古屋に対して期するものはあるんじゃないかなと、ね、いうところはあります。はい。まあ、そうですね。まあ今ちょっと今、ミネルバ戦のスタッツをちょっと警視庁確認したら、やはりちょっと走れてない。やっぱりそうですよね。ですよね。うんうん、そうですね。距離的に一番走ったのは、まあ1回のロングで言うと、クォーターバックの斉藤選手、次の富澤選手は富澤富澤選手ですね。はい、富澤選手、はい、富澤選手が5回走って12ということなので、うん、まあ、これはかなり進んでいない状況で、はい、まあ、パスの方も、まあ、もともとパスが、まあ、決まるというスタイルのチームではないので、まあ、ちょっとやっぱりランが、まあ、出ていないというのは、もうイコール。対策されて進んでいなくて、まあ、得点力、まあ、まあ、引いては、まあ、そもそもレッドゾーンに行けてない可能性が高いんですよね、うん、はい、それを考えるとやっぱりちょっとここはもう踏ん張り、オフェンスの踏ん張りどころですね、ここ、うん、そうですね、レッドゾーンに行けてない、そうですね、スリーアンドアウトでそもそも終わるシーンも多いんで、そうですね、もうちょっとドライブしたいですね。次がその、決勝と今言ってた名古屋が次ね当たるんですけど、名古屋サイクロンズなんですけど、名古屋サイクロンズはまあ初戦は、三菱商事トラックスに10対、7、あ、10対3ということで、カラクも勝利をしたというところではあったんですけど、2戦目のデンツで42対10、ペンタオーシャンパイレーツに35対7ということで、まあ、ちょっと点差も離されて負けを喫しているというところです。でただ、電通戦も前半競った中で終わってるんですよね。でパイレットの試合も、前半競った中で ね、 そうですね、競ってますね。ですよね。で後半に一気に離されてるというところで、その要因がですね、これもちょっと警視庁と通ずるものがあって、オフェンスが、なかなか苦労していると。でただ警視庁と違うのはレッドゾーンで決めれないんですよね。ゴール前まで電通戦も2回ぐらいだかな、 2,3 回行って取れない、パイレス戦に至っては 4,5 回ゴール前エンドゾーン前まで行って、インターセプトターンオーバーとか、
フォースダウン行ったけど無理だったっていうシーンがちょっと目立つということで、ゴール前決めれないのがちょっとしんどいところですね。戦力的に言うと、名古屋は、クォーターバックが一番の神谷選手がもう、30歳のベテランですけど、まあ、地元の愛知学院大学出身で、活躍をされている選手ですが、この選手に加えて今年は、98番のクォーターバック橋本壮生選手、180センチ95キロなんで見た感じ DL かなって思うんですけど、あの橋本選手31歳なんですよ。この選手も名古屋商科大学出身で、ちょっと移籍前のチームわかんないんですけど移籍をされてきたということで、で、あとですね、兵藤選手、東海大学出身の選手とか、あと19番の雲野選手ということで南山大学出身のルーキーとか QB はたくさん いるんですけど、ただちょっとゴール前では苦労しているというようなところです。はい、そうですね、この試合のスタッツを見たらやはり一番サイクロンズ顕著なのがサードダウンのコンバージョンが11分の2で 19% くらい、ちょっとここはね進めていない。そうなんですよね、そうなんですよ、あのパスでね、あのゴール前まで進むという意味では、89番の川上選手とか、あと電通戦で覚醒した80番の高木雄太郎選手っていうあたりがいてですね、特に高木選手はエクソンエリアのレシービングランキングで実は1位、213ヤードで1位を取ってるという選手がいるので、進めるんですよね、進めるんですけど点にならないという今ちょっと苦しい状況がありますね。今おっしゃった通りサードダウンというのは確かにあーっていうシーンが多かったですね。で、ディフェンスの方はですね、なんとかそのオフェンスがやられる中でも、頑張ってるんですけど、やっぱり試合終盤に、オフェンスのそういう状況の中で、せき止められなくなるというか、あの総失点が今80ということで、ちょっと僕もこれ今見て驚いたというか、あの見た感じディフェンスはもうちょっと頑張ってるのに一番こんなにやられてるのかっていうのはやっぱり、試合終盤持ちこたえられなくなってるかなという感じですね。そうですね、はい、まあ、タイムポゼッションもサイクロンで18分に対してペンタオキャンパイレーツ29分ですからね。そうなんですよ。ちょっとディフェンスとしては、後半辛いとしか。はい。まあ、なんかもう、あえてフォローするならば、ターンオーバーは結構奪ってるんですよ。はい、インターセプト、ファンブルとかで奪ってるんですよね。そうですね。ドライブチャートを見ると確かに奪ってますね。パイレーツが、選手も入れ替えて、勝ちゲームというような雰囲気になってきたときにランディングワークの選手との受け渡しがうまくいかずにファンブルとか2回ですね、はいはい、ますかね、しっかりそれをリカバーしてるんですよね、はいはい、まあそういうことがあるので何回チャンスを与えてもなかなかオフェンスが取れてないという意味ではちょっとここを改善今後していきたいというところだと思います。はい、はい、で名古屋サイクロンズ次の警視庁戦ですよね。だからお互いちょっとオフェンスがうまくいって言ってない、まあ事情は違えどうまくいってないチーム同士の対戦になるので、はい、ここで立て直せるかっていうことと、今季まだちょっと勝ち星がなくてかなり苦しんでるブルザイズとの試合がその次ということなんで、まあ、あの正直シーズンスケジュール的にこう電通パイレーツが2戦連続で続くという厳しいスケジュールをもう終わったんでもう開き直ってですね、はい、あのここからはぜひ頑張ってほしいなと、ね、はい、いうチームです。続いて、X2 からの昇格組の、三菱商事トライアックスが、まあ、勝ち星はなしという形ですがブルザイズより上にはつけて、います、初戦名古屋戦が10対3で負け、次が、さっき言ってた富士フィルムとの、雨のコルトゲームで 3-0 で負け、最近で言うと電通との38対7で負けという形ではあるんですが、あのまあ上がってきたばかりのチームということも考えるとこの序盤2試合は善戦したと言ってもいいですかね。ここはね、そうですね、善戦したと言っていいでしょうね。ね、あのもっと
大敗をね、あの F 数が上がってきたチームだとすることもあるんですけど、かなり頑張ってるというイメージです。まあ、デンズじゃない、トラックスは得意なのはラン攻撃ということで、はい、伊藤隆起選手、が、大変活躍をされていて、現在エリアのラッシングランキングで3位につけていますね。28ラッシュの182ヤードということで、ただですね、このランに、頼り切らずにしっかりパスにも挑戦をしてきているというところも、あります。まだちょっと結果あの点数にはつながってはないものの、パスでも、ゲインをしているシーンをたくさん見ているので、そういう意味ではトラックスかなり今後期待が持てる内容になってるのかなと思ってまして、まあ、とはいえ次アズワン戦なので、あのちょっとスケジュール的には大変なところもあるんですけど、ここでどれぐらい、ラン攻撃を出せるのかというところを見せれば、非常に注目というふうに言えるのではないでしょうか。そうですね、あの試合には出場してないんですけれど、あの、はい、元ビッグブルにいた高木亮選手が、はいはいはい、いたしまして、そうでした。多分試合は多分まだ出てないのかな、出てないですね。スタイルはなんかして、前節も、はい、あ、そうです、前節ね、何プレーか出たんですよ。ただ、キャリーしてないんですよ。あ、なんで、記録に残ってないですか。そうなんですよ、そうなんですよ。はい、10番の高木選手ですね。32歳なんですね、もう。ですね、はい、ね。これがもう時の流れを感じますけど。あの、高木選手、あのね、この間 X リーグ TV で言ってたんですけど、去年は X リーグ TV で解説もされたんですよね。なので、持ってほしいなとか言われながら、なかなか出番が来る。それぐらいランニングバックは層が厚いということも言えると思いますね。すね、はい。ということで、ちょっとその、高木選手の、ね、日本代表でも選ばれた選手なので、活躍にも注目をしたいと思います。最後にブルザイズ、品川市市ブルザイズが、ちょっと残念ながら最下位という形になっていますが、ちょっとブルザイズとしては、まあ、警視庁戦で21対7、ペンタオーシャンパイレスで17対6、アザンブラックエール戦で41対14ということで、かなり、厳しいシリーズになっていて、名古屋サイクロンズとこの総得点総失点では似てるところですね。得点が27の79で、名古屋は27の80なので、ただ勝ち星がまだ取れてないというのがブルザイズです。うん、ブルザイズで言うとですね、そうですね、ブルザイズもラン攻撃が多分もうちょっと持ち味のチームではあると思うんですけど、出てないんですよね。このラッシングのランキングで見てもブルザイズが出てくるのが14位、矢島選手。矢島選手はね、非常にいい選手なんですけど、ブロッキングがなかなかちょっと機能しないかなというようなところがあるのと、クォーターバックがですね、去年まで、3番の南竹司選手が、1人でやってたところが、19番の高橋空選手、東京学芸大学出身の選手が来て、この選手もソラという名前で QB やってるのがなんかいいなとか思ってたんですけど、高橋選手、僕パス能力が非常に高い選手かなとは思って、いるんですが、やっぱりまだちょっとチーム入ったところということもあって、いまいちこうフィットしてきて、まだフィットしきれてないかなというのと、ファーストダウン取ってるプレーも南竹選手のスクランブルとかも、含めてなっているので、あんまりこう計算して取れてないっていうのがちょっと気になるところかなという感じですね。ワイドレシーバー、ハフカ新田選手、東京理科大学出身の選手とかが、レシーブしたりしてるので、まあ、こういった選手もちょっとパスをデリバリーできるようになっていきたいかなと。まあ、ディフェンスに関しては失点これぐらいのことにはなって、てますが、まあ、もちろんちょっとライン、オフェンスが出てないこともそうなんですけど、うん、あんまりパスプレッシャーがかけれてないイメージがありますかね。うん、まあ、なのでそのあたりと、うん、去年で言うと、5番のディフェンスラインの横川剛選手、
去年マウント GO ということで山のような選手なのでということで紹介しましたけど、このあたりがもうちょっと目立ってほしいなという感じですかね。はい、ミッチーさんどうですかね、このあたりの感じで。そうですね、アズワンブラックイーグルスのスタッツを確認すると、まあ数字的にはですね、まあ割とそんなに離されたっていうことはないんですけれども、はい、まあ、とにかくこの試合はとにかくターンオーバーが、ああそうですね、もうそうですね、ターンオーバーが多分即、失点に結びついているんですね。はいはい、そうですね、そうなってますね。そうですね、まあ、ターンオーバーの後タッチダウンとかに結びついてたイメージでした ね、はい、そうですね、ターンオーバーがまあ取られてるし取れてないしという感じのイメージですね。はい、でそうですね、タイムポゼッションを見ても、まあ、やはりその1回取られ始めると止まらない、うん、感じなんですかね。まあ、それが結局、はい、そうですね、3クォーター4クォーターがほぼ、取られてる形になってるので、まあそうですね、4クォーターも多少頑張って8分取って頑張ったんですけど、まあ、それでもまあ7点取れる、7点取るのが精一杯で、ね、残り3分で相手に2タッチダウンを許しているという形なので、はい、まあ、ここら辺をどう要所要所で耐えきれるかっていうところは、やっぱりちょっと今年の粘りが足りないっていうところの成績には出てるんでしょうね。そうですね、まあ、次節踏んで電通戦なんで、ちょっとまた厳しいゲームになるかなと、ね、はい、はい、なのでブルガリズに関してもこの、入れ替え戦進まないためには後半の3試合ということがポイントになるかなと思ってまして、名古屋、富士フィルム、三菱商事ということで、まあ、特に名古屋と三菱商事あたりとはこの、現在、この下位にいるチームになってきますので、ここで、2勝を挙げれるのかというところは大きいかなと、ね、はい、最悪引き分けっていう、まあ、はい、でどちらか勝つっていうことも、まあ、得失点差含めてあるので、はい、こう、まあ、ここはちょっとまあ、なかなかちょっと、ね、アメリカンフットボールで引き分けっていうのはなかなかないんですけれども、まあ、はい、もう試合終盤になったらそういうことも含めてチームとして、うんうん、考えてはいけないといけないのに、ちょっともう、そうですね、来節から第4節ですかね、うん、4節に入っていくので、まあ、4、5、6、7、残り4試合、はい、まあ、どういうふうに、まあ、入れ替え戦に回らないようにするか、うんうんうん、というところはもうそろそろちょっと、まあ、きちっと方向性を決めてやっていかないとというところですね。そうですね、そのあたり修正が求められるというところですね。まあ、ということでエリアのチームを見てきましたけど、まあ、全体的に、明暗ちょっと分かれているのかなというところがありますよね。シーズン前の予想ではやはりどのチームをね競るんじゃないかというところもあったんですけど、やっぱりちょっと期待を寄せていた警視庁とか名古屋がちょっと下に行ってしまっていることと、まあ、ブルザイズもちょっとここまで厳しいシーズンになるとはっていうところもあったと思う一方で、まあ、パイレーツはまあ戦力的に去年と大幅に変わってるわけじゃないですけど、要所しっかり穴埋めをしてきているというのは電通の素晴らしい補強でということが、目立つところかなと思います。先ほどの、成績、個人成績は大体、まあ、今言いながら、紹介していたのでまたそれぞれ見ていただけたらとは思うんですけど、ランの方では、パイレーツの柴田選手、電通の遠藤選手、トライアックスの伊藤選手、富士フィルムの山田選手、アズワンの羽田選手ということで、まあ大方このランプレーがしっかり出てるかっていうことが、この勝ち星につながってる部分も結構多いんじゃないかなというのがエリアの特徴かなと。で、パッシングの方がですね、1位がエリス・アーロン選手、8タッチダウンも取ってるんですね、さすがですね。まあ、1人だけあと多分もう来節には確実に700超えますからね。ほんまですね。ということで、1試合でね、200ヤード以上は優に取ってくるというエリス・アロン選手が1位で、続いてパイレーツの西澤選手が68分の42、509ヤード。まあ、パス成功率非常に高いですね。
その次が意外と警視庁の斉藤選手が3位なんですね。436ヤード取ってます。で、神谷選手、鈴木選手と続くということで、まあ、個人的にはこの富士フィルム、鈴木選手がもうちょっと投げてるイメージだったんで意外だったんですけど、というような成績になっています。アズワンの方が今、勝谷選手が6位につけてはいるんですけど、ちょっとターンオーバーが多いところとかが気になっています、もしかしたらこの渡辺選手が前節も良かったので QB の入れ替わりということもあり得るかもしれないですね。X1 エリアレシービングランキングがさっき言った名古屋の武井選手が1位なんですけど、2位3位4位全員電通なんですね、これものすごいですね。まあ、3人で5タッチダウンで、ざっと計算すると、ヤードが600いかないぐらいかって、はいはいはい。それぐらい稼いでます、ね。エリス・アーロンのパスがほぼ投げ分けられてるということですね。投げ分けられてるということで、まあ、かなりその1人の加入によって、チーム全体のオフェンスが底分けされたっていうところは、まあ、ここなんでしょうね。うん、そうですね。特にこの、小貫選手はね、去年、柴崎選手とのホットラインで、エースレシーバーということで活躍されたイメージはあったんですけど、川波選手もね、まあ、去年も活躍されてましたけど、より伸びてきたなという感じですね。副賞もね、今年川波選手務められてますけど、あと南選手とかね、南選手は文京大学出身で移籍してきた選手なんですけど、電通の中で一番キャッチしてるということで、非常に電通の強さが分かるということですね。ついで決勝の常吉選手、パイレーツの、田上選手、名古屋の川上選手が続きます。続きましてタックルのランキングは、決勝の、斉藤選手が、15.5、名古屋の、池田直人選手が 13.5、山口選手、決勝の山口選手が 12.5、 電通の畑選手が 10.5、 同じく富士フィルムの小原選手が 10.5 ということになっています。警視庁がまあ恒例で言うとタックルね、なんかまあ、あのタックルしてるイメージを持ってますけど、警視庁はあのフィジカル強いね、タックルが売りかなと思います。そうですね、ここ 1,2,3 はやはり、先ほどの話もありましたけど、ディフェンスでなんとか耐えていると。あ、そうですよね、いうのがもう如実に推進してるのかなと。まあ、だからこれをこう頑張ってる間にこうオフェンスがなんとか、うん、打開してくれるともっと順位もかなり上がっていくのかなというところですね、はい、そうですね、この辺がだから試合内容を見てみないとこのスタッツだけで語れない部分でもありますよね。はい、はい、じゃあ次でインターセプションが、2インターセプトが電通とパイレーツ、電通の杉山選手、パイレーツの松本選手が続いているという感じで、以降は、1回ずつで並んでますけど、ここだけを見てもやっぱりパイレーツがインターセプト奪ってる回数多いですね。そうですね、うん、トップ10までに4人入ってますかね。はい、入ってますね、すごいな、まあ、ターンオーバーを奪って、さっき言ってた柴田選手のランで着実に進んで、決め手のところでパスで、決めるという、はい、決めるという鮮やかなスタイルですね。はい、まあ、そんな川畑ヘッドコーチの思惑が、出てるんじゃないでしょうか。まあ、川畑ヘッドコーチ的にはディフェンスはいいけどオフェンスがちょっとまだ、理想の形になってないというのは、この辺はインターセプトとかはね、ディフェンス素晴らしい中でもうちょっと取りたいということでしょうね。サック、1人だけ抜けてるのがパイレーツの宮崎選手が3サック上げてますね。これもすごいな。1人だけ31ヤードっていう、はい、川畑選手、注目の選手が、川畑ヘッドコーチが注目で挙げてた選手でもありますが、宮崎陸選手ですね。宮崎選手はどこに乗ってるかな。今データブックをね、見ながら喋っております。はい。35番。宮崎選手。神奈川大学出身のなんとルーキーです。ルーキーで3サックを挙げてるということで、まあ学生時代からも素晴らしい選手だったと、ちょっと僕関東はねそこまで覚えてないですが、聞いております。はい、
また松川さんもし情報あればお願いします、はい、でまあそんな形ですね、エリアの方 X1 エリアの方も、明暗分かれたと言いつつもですね、今後の試合次第で結構変わる、特にこの富士フィルムと、ペンダオシャンパイレーツの、次10月16日富士通スタジアム川崎の試合は特に大きなゲームになるかなと、ここでもし富士フィルムが勝つようなことがあればこのランキングがぐちゃぐちゃっと変わるというところですし、アズワンとベンツの試合とかがね、最後の方残ってる、一番最後に残ってるのもあるし、ベンツとパイレーツの直接対決もあるし、はい、注目試合が多いですね、エリアね。そうですね。ということで、ここで折り返しですからね。はい、そうですね。上位2チームが X1 スーパーとの入れ替えに進みます。下位の3チームが X2 との入れ替え戦に進むということで、まあちょっと、明暗がそこで分かれるというところなので注目してみられたらと思います。ということでここまで X1 を、話してきました。ちょっと X2 の方も簡単にではなると思うんですけど、触れれたらと思ってます。よいしょ。 X2 は僕はちょっとですね関東の方はあんまり分からないので、ちょっともしあのミッチーさんないし他の方に情報をお願いします。月曜日さん、月曜日からアメフトさんのお手伝いで、一応今のところ7試合ほど、はい、X2 と X3 の試合の方のカメラマンを担当させていただいて、今日は、ウォリアーズと、ラングラーズと、あとは、どれだっけ、バーバリアンと、AFC クレーンズの試合を担当しましたけど、まあ、ここ、X2 イーストに関しては、やはりラングラーズの、3連勝というのが、かなり大きなトピックスだと思います。はい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 。しかもあれですよね、接戦で結構勝ってきてるんですね。そうですね、特に前節の接戦はもう最後のフィールドゴールまでもつれ合う展開でしたので、かなり、今そこはちょっと驚きを持って見られているのかなと。なるほど。ちょっと、ツイートの方で僕戦績が載ってるページをリンクしますので皆さんお待ちくださいね。そっか、バーバリアンとの試合とか76なんですね。そうなんだ。すごい試合ですね。雨が降ったりやんだりっていうかなり厳しい試合だったので、はい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 、そこをものにしたっていうのはかなり大きい。なるほど。で、残り2試合なんですかね。そうですね、残りこちらの方が X の E は、そうですね、残り2試合になりますね。ゼロファイターズと AFC クレーンズというところが相手になると、はい、でクレーンズはまだ勝ち星がなくて、はい、ゼロファイターズも1勝2敗なんですね。そうですね、ちょっとそうですね、クレーンズは両面で出てる方がたくさんいらっしゃるので、やはり今日もちょっと後半になると足をつってしまうという選手がかなりいらっしゃるので、あ、まあ、なかなか、まあ、勝ちにもつながらないような状況ですので、うん、まあ、ちょっとそうですね、ここに関しては AFC クレンズさんは今ちょっとかなり厳しい状態にいるというのがリーグの状態です。 X2 の星取り表を、今リンクの方ですね、ちょっと共有画面に上げております。で、まあ、X2 がイースト、セントラル、ウエストに分かれていて、ね、今言ってたのがイーストですね。はい、でセントラルはですね、茨城セーバーズさんが、ここ3連勝で単独首位です、ね。いや、これは躍進ですね。これはすごいですね。はい、茨城セーバーズさん、非常に今、ね、地域活性化の取り組み、されていて、なんとホームゲームを3試合も、作ってるってすごいですよね。そうですね、はい、もうそれの結果がしっかり出てるということで、はい、ただこの後が、結構ハードな戦いになってくるんですかね。そうですね、この後残ってるのがセントラルの4節が、そうですね、ブルーズフットボールクラブ、はい、それから最終節
が、ブルーサンダース。ブルーサンダース。で、ゴリラーズとの試合もあると。はい。はい、で、ブルーズに関しては去年までね、X1 でやってましたし、ブルーサンダースはなんといっても昇格を目指して、今、ね、2勝0敗で来てると。で、ゴリラーズも1勝2敗ながら、このオックスとかブルーさんに、まあ、競った試合になってると。という意味で、ここからが本当の勝負になってくるということですね。そうですね。なるほど。ただ、そうですね、特にセイバーズさんに関しては、まあ、勝ち方が非常に劇的なので、この勢いをどこまで伸ばせるかというのは、一つ、残りの試合にも注目ですね。なるほどですね。まあ、この辺は直樹さんがよく試合を見られているので。また何か情報があればぜひお寄せください。上がっていただいてもね、いいですからね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっと、この辺の、まぁ、あ、X2 もね、競った試合も多くて、特に X2 イーストは2勝1敗のチームも、2チームいるし、っていうところもありますし、X2 セントラルで言うと、まあ、セイバーズもブルさんも無敗と。いうところになってるので、ここが、まあ、ブルーズもね、いっぱいしてるものの絡んでくる可能性がありますし、ゴリラーズもブルーズを倒してますし、結構分かんない、面白いですね、X2 もね。そうですね、はい、はい、X2 はかなり混戦してて、で、ウエストですね、ウエストはですね、そうですね、もうホークアイがですね、ちょっと抜きん出てるかなという感じはありますね。ですね、はい。まあ、ホークアイに関しては、去年もね、入れ替え戦に、進んでますが、まあ、もちろん、クォーターバックの奥野選手、感覚で甲子園ボールの MVP も取った選手ですけど、っていうあたりもそうなんですが、去年、エレコム神戸ファイニーズにいた選手がガサッと入ってきてるんですよね。関学出身の選手もたくさん増えてるというところで、注目選手が多いですね。ランニングバック22番の足田ロイ選手なんか長らくエルコムで活躍を、された選手ですし、あと、そうですね、もう多すぎますけど、三岡選手とかね、関学で OL されて、た選手とかも入ってますし、伊藤大選手、名城大学のスター選手ですけども、エレコムでディフェンスラインでサックとかもしてたような選手が入っていて、ちょっと圧倒的な、力を今示しているというような感じです。で、次で西宮ブルインズが、今2勝0敗でいますが、前節大阪ガストの試合が10対7でめちゃくちゃ競ってたんですよね。で、これをなんとか勝ったのも大きいですし、初戦の J スターズ戦がめちゃくちゃ面白くて、これぜひ、リチャさんのね、実況されてる動画が X2 の更新は上がってますけど、このほんまね、あ、これはあれか、リチャさんの実況じゃない日か、J スターズのやつはね、僕がちょっと出演させてもらった時ですけど、この J スターズとブルインズの、試合が、まあ、逆転する逆転みたいな、試合で面白かったんで、ぜひ見てほしいですけど。まぁ、あ、ちょっとブルインズ、この勢いで、ホークアイに迫れるのかっていうところが注目になってくるかなと、思っています。それから、まぁ、ゴールデンファイターズ、大阪ガスが、2敗するのは誰が予想したでしょうかっていうような、話を X2 のファンの方からいただいたこともあるんですけど、本当にね、大阪ガスは春のシーズンも、トーナメントで、ね、もう決勝まで行ってるチームですから、まあ、そんなチームがいきなり2敗、まあ、ホークアイの試合かなり、苦しかったのもあるんですけど、ブリンズにもちょっと、敗北を喫しているというところと、ゴールデンファイターズもちょっとミスでね、なかなか厳しい試合が続いているというところがあるのと、あと、ま、J スターズはちょっと面白いチームかなと思ってまして、タレント力が非常に上がってるのと、今、
ミッチーさんが言ってた月曜からアメフトのパーニーさんがね、あのスポンサー的な立ち位置にいらっしゃるというのも注目ですし、はい。で、サイドワインダーズは、まあ、あの、点差こそホークアイの試合もこんだけ開いてますけど、なかなか粘って戦っていたところもあるので、かつゴールデンファイターズに最後勝ち切るというドライブを見せたので、まあ、X2 のベストもまだ分かんないですね、これ。かなり面白いですね。混戦ですね、まさにね、X2 は。という感じになっております。リーチャーさん、よければ上がってくださいね、とか言って。あ、そうですって言ってたら、あのリクエストくださった。よいしょ。ね、あの、X2X3 の配信の方を担当されて、道楽屋リーチャーさんが上がってくれました。こんばんは。あ、どうも、こんばんは。飛びって申し訳ないです。はい。X2 の今シーズン、どんな感じに見れますか？うん、X2 ウエストですね。まあ、例年も本当に、ここはもう6チーム横一線という印象だと思ってたんですけども、もう、はい、あの、ヒデボーさん言ってる通りですね、ホークアイが本当にこの中でちょっと今季は抜けてますね。うん、やっぱりそうですよね。ですんで、まあ、やはり本命ホークアイという見解で、おそらく間違いはないだろうと思います。まあ、対抗としては確かに言ってる通りに西宮ブルーインズかなと、はい、で僕は個人的にはね大穴だと思ってるのがジェイスターズです。ああ、ジェイスターズやっぱり注目ですか？去年とは全く違うチームになったというのが僕の印象ですね。何が変わったんですか、ジェイスターズは？印象としてはチーム全体のスピードのレベル、テンポが変わってます。ああ、なるほど。2テンポぐらい速いと考えていいですね。ですんで、そんなに、ですんで、それがね、全部、ラン、パス、すべてにおいて行われてる、テンポの速さになってるんで、去年と同じ感覚でいると、全くもう勘違いしてしまうという。なるほど。で、まあ、そのあたりがゴールデンファイターズ戦でもね、後半ね、もうしっかり引き離しましたもんね。ですね。そういう意味でね、面白いのは、次節のホークアイ・ジェイスターズ。ああ。これがホークアイにとってのひょっとしたら今季の一番問題になるかもしれません。試合としては10月16日の試合ですね、これね。で、これ次第によっては最終節になるだろう西宮戦のやり方は全然意味合いが変わってくるので、まあ、このJスターズ戦がちょっと肝かなというふうに思ってます。まあ、ホークアイにしてみたらもうね、総額を考えると圧勝して上がりたいというのはあるでしょうから、そういう意味でこうジェイスターズがどこまで、ね、粘って食い下がるのかというところですよね。そうですね。うん、基本的にジェイスターズは、ジェイスターズはここまでかなりベーシックな攻め方をしているのもちょっと気になるんですよ。あのシンプルにランでゲームを組み立てて要所要所でパスを投げるという、うん、本当に王道中の王道のスタイルなんですね。で、全く気をてらってないというのも気になるんです。なるほど。つまり、まあ、種を残したまま、うん、仕掛けここまでが全て仕掛けと考えてもおかしくないっていう試合展開なんですよ。なるほど、確かに、うん、そうとも取られるとやっかまた面白い状況かなというふうには思いました。なんか、あの、1試合目と2試合目で QB を変えてきましたよね、確かね。そうですね、全く別の QB でしたので ね、それも怖いですよね。この辺ところも大きいでしょうね。実際その私は2節目しっかり見てますけども、一節目の印象を見てだと混乱すると思います。はい、僕、全然違うなと思いました。なんかそこの、真庭選手が確か、初戦は出てて、二戦目が誰でしたっけ、上西選手だったっけ。そうですね。はい。ね、はい。っていうところで、変えてきたところが、まあ、で、組み立てに関してはおっしゃる通りシンプルな中で、選手を変えつつ、うん、そこをやってくるって、またなんか、その辺がスピードが上がっている中で工夫も凝らしてきてるなというのが嬉しいですね。ちょっと読めないというか、まあ、おそらく全員入れ替わってるからということで、まあ、形が定まってないという部分もひっくるめて面白いチームになりそうですね。うん、なるほど。ということで X2 はここからが本当の勝負というかね、入れ替え戦に向けて、まあ、ないし入れ替え戦を避けるために、ないし入れ替え戦で勝つためにというようなところですよね。まあ、後ほど X3 のお話したいと思いますが、 X ウエストは上位チーム、そして下位2チームが上下の入れ替え戦がありますからね。
これ厳しいですよね。下位にチームが、入れ替え戦っていうのはなかなかのハードですよね。現段階からしての星の取りこぼしが本当に致命的になってきますから。はいはい。まあ、その意味ではサイドワインダースが初戦勝ったのは本当にこれは大きい一勝だと思いますし。大きかったですね。同時にその逆として得られなかったゴールデンファイターズ大阪ガスがちょっとここから苦しい状況になるかなと。まあ、そういう。生き残りをかけた戦いという意味では、まあ、この6チームは全てもう全部が瀬戸際というところにありますんで。なるほど。後ほど言いますが今年の X3 は非常に手強いと思いますので、はい、まあ、その辺もひっくるめてですよね。はい、ということでその X3 の話をぜひしていきたいと思いますが、今、はい、ツイッターの方に、X3 の星取り表がリーグ公式に出てますので、これを共有画面に入れておきます。ということで、来週から、東日本が、始まります、最後の。あ、そうか、はい、東日本、まだ始まってなかったんですね。はい、来週の15でしたっけ、そこから始まりますので、まあ、ちょっと、上がる昇格のチームがいないので、まあ、リーグ戦を行うということになるので、まあ、順位は最終的にはちょっと、まあつくかどうかもちょっとわからないんですけど、まあ、3節、あるので そこもちょっと、注目かなと。三井物産シーガルズ、メル競泳ガーディアンズ、クラブスティーラーズの3チームですね。はい、はい、というところで東はそれが始まると。で、ね、はい、で今年はちょっとまた、引き続き伊藤忠が確かお休みなので、出てないですね、まあ、確かに。ね、出てないので、まあ、今シーズンはこの3チームで、東日本は行うということになります。うん、はい。で、X3 が、X3 は実はあれなんですよね。X2 まではどっちかというと東の方にチームが多いんですけど、X3 は実は西の方にかなりチームが多いですよね、これ。はい、西日本 A、B に分かれてると。いうことで、まず西日本の A ブロックの順位をぜひ皆さんこのリンクから見ていただけたらと思いますが、ここやっぱりリチャさん、磯野スーパースターズが3勝0敗で、強いですね。そうですね。ただ磯野が今のところ有利ですけれども、佐藤建設もまあ台風の影響ですが、まだ今時点では試合2試合ですけども、まだ土がついてませんので。あ、しかも失点してないですね。そうですね、ここは伝統的にランオフェンスとディフェンストータルが非常に強い伝統を持ってますんで、この0点というのは なるほど納得という状況です。うーん、なるほどですね。はい、でそうですね、リチャタもおっしゃられた通り、台風14号の接近ともなる試合延期のお知らせということで、はい、計こちらの方が4試合ですね、その時中止になって、で1試合は、ショーエブレーザーズと、まあ、これちょっと B ブロックですけれども、トライスターズが、まあ、不戦勝になってしまったということで、ただ他の試合日程がですね、ちょっと確認すると10月から11月っていう、結構ちょっとシーズンの中で、まあ該当のチームは連戦して戦う可能性が出てきたので、これはなかなかちょっとチームのやりくりとしてはかなり大変な、まあそもそもね X3 のチームはやっぱり人数がね少ない中でやりくりされてますもんね。そうですね、細かく言うと台風による延期変更になったのは5試合です。で、佐藤建設はそのうちの2試合が対象になってますので。ああ、そっか、2試合対象になってるんですね。岡山での1試合と、エキスポでの、エキスポと並行しました、その他の会場を含めての4試合、計5試合が延期ですね。なるほど。で、そのうちの1試合が、トライスターズが、前節の日曜日、翌週土曜日という、まあ、インターバルなしの日程がちょっと組めないということで、辞退ということによっての不戦敗という形を取られています。うん、なるほどですね。まあそんな中やっぱり、注目西日本 A ブロックでは琉球ガーディアンライオンズがね、沖縄から、まあ台風の影響もあって初戦がいきなりね延期になっちゃったんですけど、それでも、ここから、その後に、3試合ですかね、はい、やっていって2勝1敗というところで、ここはどう見られてますか。
前評判というか、私自身もその去年の首里城ボールを見ていた印象からして、かなり手強いチームになるだと思ってたんですが、うん、まあ、それよりも逆に、他のチームが、5年前の福岡サンズのショックを覚えていたというのが今年の印象ですね。ああ、なるほど。あの時に、ほとんどのチームが本当にすごい衝撃を受けましたから、うん、おそらくあの当時を知っていた面々が今年も同じことが起こるのではと、前もって相当早い段階から危機感を持ってチームを編成したように感じます、うん、まあ、それぐらい琉球は脅威ということですね。むしろその福岡の時のトラウマに近い印象でしょうね。ああ、なるほど。未知数の脅威がやってくることに対する全員の抵抗力が上がったので、うん、その結果として琉球がちょっと思ったほど爆発力を出せてないというのが正直印象です、うん、まあ、その中でちゃんと勝ち星を挙げてるのはさすがというところではあるんですけども、まあ言い換えれば警戒が強い分他のチームを底上げしているというのが A ブロックの印象かなというのが、まあ、私の印象ですね。なるほどですね。やっぱりここで言うと愛知ゴールデンウィングスとかね、まあ、磯のスーパースターズまあたりも注目ですけど、それだけじゃなくて大阪府警とかもね、初戦で愛知とね接戦を演じて、はい、これ僕も現地でリーチャーさんともご一緒させてもらいましたけど、そうでしたね。ね、こういうでチームが出てきたりとか、まあ、さっき言ってた佐藤建設も含めて、はい、ちょっとなんか面白いチーム多いですね、ここね、 A ブロックね。そうですね。3戦自体が厳しいと思ってたトヨタも結局琉球とは 0-6 とかなりいい試合をしていたようですから。いや、これすごかったですね。僕現地で見たんですけど。あ、そうでしたね。はい、お互いの、ランプレーとかがねじわじわ出るんですけど、最後、はい、得点しきらないというところでディフェンスが守って、で、うん、まあ、ただやっぱりお互いキックがちょっとね決めれない、おそらく決まるのは難しいということでギャンブルに行かざるを得ないというようなシーンも多かった中で、最後タチダウンを取って、しかもその後インターセプトをして気持ちよく琉球が勝ったというゲームで、まあ、トヨタもすごい、はい、ラン中心に頑張ってたんですけど、はい、まあ、なんかその中で勝ち切ったのは琉球すごかったなっていう感じですね。なるほど、うん、そういうシーンだったんですね、うん、はい、まあ、トヨタも本当危ぶまれましたが、まあ、貨幣ながらよく戦ってくるチームになったようで、まあ、ちょっとそれは安心してはいます。うん、そうですね、なんか見てて楽しいチームでした、うん。大阪府警も今日の試合勝っていればもしかするとという力にはなってたので、まあ、そういう意味では今日の磯野との試合も非常にいい試合だったので、うん、まあ、本当にこの A ブロックは思った以上にレベルの高い試合になっていると私は思ってます、はい。まあ、という意味でまだちょっと磯野がちょっと強さ的にはあるけれども、佐藤建設とか、愛知、まあ、琉球あたりを中心に全体的に楽しみなチームが多いという A ブロックですよね、はい。まあ、個人的には今のところ本命は磯野とさせていただきましょう、うん。で、その対抗としてが佐藤建設、はい、で穴になるでしょうね、愛知と琉球というふうに見ていただいていいと思います、はい。ということで、なんかいろんなチーム地方の、ね、チームが混ざってるのもちょっと面白いですね、この辺ね。それも X3 ウエストの特徴ですね、はい。ということで、A ブロックはそんな感じで、 B ブロックの方に移りますと、こちらもやっぱり、まあ、前評判高かった昭栄ブレイザーズが、はい、強い感じというところなんですけど、広島ホークスもかなりね、1点差14対13で昭栄に迫ったんですね、これね。これがもしかしたら A ブロックの天王山だったかもしれませんね。それほど広島の力は強いです。広島だってリードフォートエールズに対して30対0、クラウドベアーズに対して50対0、すごいですね、はい、80-0ってことですね、この2試合。ものすごい強さに今年の広島はレベルアップしてます。これは逆に言うと、翔英に対する警戒からでしょうね、ものすごい復興したんだなというふうに感じました。去年の成績言うと、エールズとかね、その辺があれなんですかね、もうちょっと注目されたんですかね。エールズは去年が逆に言うとそのオールインに近い形を宣言してやってた事情がありまして、うんうんうん、今年のチームは再編成といえばリスタートに近いチームなんですね。あ、なるほどなるほど、ですね、去年ほどの陣容はやはり整えきれてないというのが正直私の所感です。とは言っても、うんうんうん、キーになっていた選手は残っていますから、
要所でその選手が活躍したベアーズ戦は勝利しています。なるほど。まあ、そういう意味で言うとチーム再編成中ゆえにその荒い部分をホークス、まあ、広島に疲れて完封負けをしてしまったというそういう感覚ですね。うん、なるほどですね。でここはもう勝ち負けの兼ね合いから言いましたら、まあ、正直言うとこのエールズが翔英を倒せるかどうかがもう優勝の、決定になるだろうというのが私は、ね、あ、はい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 、後ほど分かってくると思いますが、X3、X2、まあ、西に関してはですが、対戦直接対決の勝敗というのがどう同じ勝ち星の場合には影響するんですよ。なるほど。で、先ほどの例で言うと翔英と広島で言うと翔英が勝ってますから、はい、翔英が単純にただ1敗になっただけだったら、広島翔英との優位は翔英が上ということになるんですね。はいはいはい。ところがこのリードイフォートエルズがもしその翔英を倒したとなると、うん、広島はリードエールズに勝っている、うんうん、でエールズは翔英に勝っている、で翔英が広島に勝っているということになって3者イコールの状態になるんですね。一勝一敗ずつになるとですね、もしリードホテルが翔英を倒すとね、三つどもえになると、はい、そうなると直接同士の得失点差ですとか、それで NFL と同じですね、さまざまなその優劣条件をもとにして優勝争い、優勝決数という形になってきますので、うん、この条件で考えるならばこのエールズと翔英の一戦、うん、日程でいうとこれは11月の13日になるのかな、うんうんうん、この王子スタジアムの一戦が実質上この優勝争いの決着をつける一戦になるだろうというのが私の感覚です。ここが注目のビッグゲームですね。じゃあね、はい、で言い換えればそこまでの間に挟まれている試合でこの3チームが取りこぼすことになるとまた状況が一変すると、うん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 、そういう意味では B ブロックはそのこの3チームの動向を見るという形で見ていただくと先行きが非常に分かりやすくなってくると思います。なるほどですね。これそうですよね、やっぱりそこの、入れ替え戦に向けての争いっていうところが、まあ、一番は注目なんですけど、結構それ以外の試合でもね、競ったゲームって結構多いですね。三重ファイヤーバードとトライスターズ、はい、クラブエアーズとトライスターズに関してもね、3点差4点差とかいうゲーム、これもどちらが勝ってもおかしくないという好ゲームでしたので見事ありますね、今年のは、まあ、という意味で接戦がね多い、ところが、まあ、入れ替え戦争に関しても含めて全体的に多いということなんですが、はい、実際この西日本の X3 のチームが、まあ、入れ替え戦にそれぞれね A ブロックから1チーム B ブロックから1チーム上がって X2 ウエストの下位2チームと戦うということになるんですけど、さっきおっしゃられてましたけど X3 から勢いよく上がってきたら X2 ウエストのチームを倒してしまうということも全然ありえそうな感じですか。これは今年はありえるんじゃないかと思いますね。あ、まあ、単純に春の下馬評で考えたとしてもなんですけども、うん、佐藤建設も準々決勝まで進んでますし、うんうんうん、で磯野のスーパースターズは決勝まで上がってきてます、はい、でまあ先に上がりました翔英に至っては優勝しました、大阪ガスに対して1点差という、まあ、というよりはむしろほぼ勝てた試合というところまで持っていけるの自力を持ってる状況ですんで、うんうん、まあ単純にそのさっき言いました琉球ガーディアンライオンズ以外のチームも X2 を圧倒する力を持ってるっていうのにチームが結構あるんですよ。なるほど。でまあそうですよね、確かに春のトーナメントで X3 のチームが X2 のチームを普通に倒してるっていうのは結構ありましたもんね。うん、ちょっとあまり今までなかったんですよね。あ、そうなんですね。でそれが混在してるチームでの今リーグ戦が行われてますから、うん、単純に考えたら、まあ、X2 に相当するチームが入れ替え戦に来ると考えて、まあ問題ないと思うんですよ。はいはいはい。でその相手になるのは X2 の、まあ、リーグ戦の、まあ、言っては申し訳ないけど最下位だったりブービーだったりのチームですから、うん、ちょっと力量的に落ちるチームが最後の最後にその一戦をやることになると、うん、ということから考えるとちょっと入れ替わってもおかしくないことが起こり得るなというのが私の今の感覚ですね。そうですよね。だからこのなんかリーグ戦をどう勝ち上がっていくかも結構大事で、
さっきのね、あの3勝とかあの2勝とかいろいろありましたけど、例えば勝栄にしても、もしこれあのエールズに負けて三つどもえになって何らか の, あの得失点とかで上に上がったとしても、うん、その勢いを維持した状態で X 数と当たるという意味ではやっぱり全勝でいきたいと、まあ、いうこととかもありますよ ね, ね, ね。で X2 のチームにしても、まあ、入れ替え戦に行ってしまった、行ってしまう可能性があるとはいえ終盤、うん、どんな戦い方をしているかっていうのはこの次の試合に響くと、そうですね、ね思うと、まあ、勝ち負けもそうですけど、うん、内容は結構大事ということですね。そうなってくると思います、うん、ということですね。いやリチャさんがいてくれるとこの辺が詳しく分かるのでありがとうございます。あ、いいえ、そうなんですということで、ミッチーさんどうですか X3 の方は。そうですね、 X3 の方は、まあ西がほとんどの試合なのでちょっとなかなか触れることは少ないんですけれども、うんうん、やはりあの接戦が多くて、あと、まあ、当然琉球ガイデアンライオンズみたく新規の上がってきたチームがあって、非常に、まあ、これからもどんどん上に上がっていくんだっていう非常に上昇意識の高い、うん、カテゴリーなのかなというふうに感じてます。そうですね、まあ、あの琉球に関してはあの全国的に注目をされているような、ね、チームだと思うので、ここがどうなってくるのかっていうことも楽しみにしたいと思います。はい、ということで、2時間半ぐらいをかけて X1 から X3 まで全部ね、見てきましたけど、まあ、ちょっと、最後に、まあ、一言ずつというか、もし何か今あのここは言っときたいということがあれば、皆さんもあのスピーカー上がっていただいてもいいんですけど、まあ、全体見て、まずじゃ あ, あの最後上がってくださったリチャさん、ちょっと X2、X3 中心にあの配信もということだと思うんですが、どうですかね今シーズン。そうですね、まあ、なかなか注目は薄い層にはなってしまうんですけども、まあ個人的にはそのレベルの上下というのはあると思いますが、今年に関して言うならば X2、X3 というのはあの拮抗したチーム同士の対戦が多いので、単純にアメリカンフットボールを見るという意味でも面白い試合が多い、うん、はい、で高度な技術ではなく、むしろアメリカンフットボールはミスによっても勝敗が左右する競技であることは否めませんので、うん、こういった部分がむしろ大きく影響を及ぼすことを体感できるのはこの X2、X3 だと思います、うんうんうん、そういった目線でアメリカンフットボールの違う見方で楽しみ方といったものを見るという意味でできましたら、ライブ配信でも結構です。アメリカンフットボールの X2、X3 にちょっとご関心いただければ嬉しく思います。はい、リチャさんありがとうございます。まさに今おっしゃられた通り、僕も X と X3 をここまで本格的に見に行くっていうのは今シーズンが初めてだったんですけど、やっぱりこうね、カテゴリー違いとレベルが近いチーム同士が当たってるので、非常に接戦になることも多くて、また混戦模様っていうのがね、X と X3 の面白さでもあると思うので、で、まあ、1つのミス2つのミスが、まあ、命取りになることもあれば、もう1つ2つ、さらに相手からボールを奪うということが起きたりもする面白さが、うん、最後までわからないですね。だから結構ね、これはレベルがむしろ高くないからこそ読めないアメリカンフットボールが見れると思ってください、うんうんうん、単純にその高度な技術で計算し尽くされたアメリカンフットボールなのではなく、計算する力量がある意味足りていないがゆえに起こる不足性というものを楽しむ、本来のスポーツの楽しめるアメリカンフットボールが X2、X3 にはあると思っていただいても過言ではないと思います。はい、ということで、今シーズンは割と X1 の試合の前後に、X、X3 の試合が東も西もあったりする時もあるので、ぜひそっちの試合もね見てもらえたらと思います。ということでリチャさん、今後も配信とかもあると思うんですが、ご体調にも気をつけて、僕も配信もたまにまたしてさせてもらうと思うので、ぜひ、はい、寄ってください。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、なかなかすいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ミッチーさんは、どうでしょうか。そうですね、まあ、もちろん X1 スーパーエリア、まあ、今後の、後半の展開っていうのは非常に魅力的なんですけれども、まあ、今シーズンから、月曜日からアメフトさんのお手伝いということで、まあ、カメラマンで何試合か撮っているので、まあ、やっぱりリチャさんも言われた通り、まあ、計算だけでは測れないところ、まあ、楕円形のボールがいかにどんなドラマを引き起こすかっていうところはやっぱり X2、X3 の魅力だと思いますので、YouTube の配信を見たり、もその YouTube を見たり、
まあ、例えば結果を知って、ちょっとここのチームを応援してみたいなとか、行ってみたいなと思ったら、ぜひ会場の方にお足を運んでいただいてですね、見ていただけますと幸いです。はい、ミッチーさんも、X1 はもちろんのこと、ね、カメラマンとしても、月雨さんの方でも活躍されていますし、いろんな形で、僕たちも注目する試合が増えてきたなというところはあるんですけど、それもまた、X2 の面白さかなという感じですよね。はい。ミッチーさんもありがとうございます。いろいろ情報も仕入れていただいて。というところで、今、月曜からアメフトの、おそらくパーニーさんがリクエストくださったので、入れさせていただきました。パニーさん、こんばんは。あ、こんばんは。すみません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この終盤のタイミングで入らせていただきまして、皆さんありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。すみません。どうですか、ここまでの X2 の、まあ、イースト中心、はい、イーストセントラル中心ということだと思うんですけど、どう見られてますか？もうすでにイーストセントラルについて、多分お話はすでにされてると思うんですけども、まあ、状況をご覧いただいての通りですね、昨シーズン、こう、上位だったチームが、まあ、ダークホース足りえるチームに敗れてるというのが現状でありまして、まあ、特にそうですね、今年ちょっと私個人的にショッキングなのは、すべてですね、私が配信できない日に起こってるっていうのが、はい、まさかの。ウォリアーズ・ハーバースがバーバリンやラングラスに敗れたのもそうですし、まあ、先日、下町ゴリラーズが、ブルズに3対0で、まあ、接戦をものにしたという形ですが、配信も私できてないので、まあ、かなりこう、はい、混戦極めてるなと。でただ一方で、ブルズが敗れたことによって、かなりセントラルは、まあ、今、2勝0敗のブルーサンダース、そして3勝勢いに乗っている茨城セイバース、この2チームがセントラルでは上位に上がってくるのかなという印象と、まあ一方で、イーストの方は今日まさに試合をしたラングラーズが、まあ、ダークホース足り得るチームでありながら、まあ、着実に力をつけてきたなと、自力のあるウォリアーズに対しても、まあ、今日勝ち切ったっていうのが非常に大きいなと。この残り、3試合程度ですかね、をラングラーズが勝ち切ってしまえば、はい、優勝はもう目の前まで来てるなというのが、今日の試合の結果から見ても思えた部分ですね。なるほど、はい、まあ、だからもうね、去年の成績とか、下馬評だけでは全然測れないことがたくさん起きてる、ね、そうですね、今はもう全く測れないですね。だから僕もね、あんまり細かく試合が見れてなかったこともあって、ハーバーズとかブルーズっていうところのねイメージがあったんですけど、結局それがもうね初戦から ね、 そうですね、ハーバーズなんかはね、ラングラーズに、負けてたりとかっていうこともあるんで、非常にこう接戦が面白くなってるというところですね。そうですね、はい、なるほど。今後の展望としては、じゃあ、まあ、そのあたりのチーム中心に上がってくるんじゃないかというところが一番注目ですかね。そうですね、私個人的な予想では、まあ、イーストの方はラングラーズで、まあ、セントラルの方はブルーサンダース、セイバース、セイバースが本当にこう今まで勢いだけで勝ってきたのか、ここからこう実力の試される、来週ですね、ブルーズとの試合があるので、ここをどう勝ち切るのか、まあ、ブルーズさんもさすがにまあ、ゴリラズに負けたとはいえ、負けっぱなしでは終われないと思うので、どういったこうゲーム展開を持ってくるのかっていうのが一つ注目のポイントかなと思います。なるほど、ありがとうございます。注目ポイントもということで、まあ、パーニーさんは関西の、ね、高校生の試合の配信もあるんで、なかなか西へ東へお忙しいと思うんですけど、この X2 の配信もまだまだ続いていくっていうことですよね。そうですね、X2 は最後までやりますし、まあ、高校生に関しては関西高校がもう間もなく11月から始まりますし、まあ、そちらに関してはすべて、決勝はちょっともしかしたらまたハドルマガジンさんが実施されるかもしれないんですけども、それ以外はすべて私どもで配信することが決定してますので、ちょっと今日まさに今年実施しようとしているクラウドファンディングのですね、商材もすべて揃いましたので、まあもう間もなくオープンできるかなと。すごいタイミングですね、はい、デザイン出したのにもかかわらず
あのただ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 といつになったら商品出るんだといろんな方が T シャツくれやなんやっていうのはあったんですけど、今年はちょっと趣向を変えまして、ロンティーとあとは、まあ、普通の T シャツ、あとは短パンを用意させていただこうかなと、まあ、まだ全然オープンにはしてない情報なので、今聞いていただいている皆さんは特別にというところでありますけども、まあ、ありがとうございます。昨年以上にですね、普段使い しやすいようにっていうことをコンセプトに作ってますので、いやシンプルにクラウドファンディングの応援というだけじゃなくて、まあ、一つの T シャツ買うぐらいの、テンションで買ってもらえたらなと思っております。いや楽しいですね、ロンティーちょっとね、はい、僕も欲しいなと思ったんですごいありがたいですね、はい、楽しみにしております、はい、そちらは。すいません、宣伝入れさせていただいて、いえいえいえ、パーニーさんありがとうございます、はい、これからも配信よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今ね、ケツアミさんの方でも、クラウドファンディングでグッズという話もあったんですけど、ちょっとレッツハドルの方でも、まだ全然準備進んでないんですけど、スズリを使って、このロゴをね、使ったグッズとかを、展開したいなと思っておりますので、よければまたちょっと準備が整い次第案内をしますので、そちらも、ご覧いただけたらと思ってます。はい、ということで、僕の方でも最後まとめというかお話しさせてもらいたいと思うんですけど、まあ、やっぱり X1 の方で、言うとですね、まあ、大体予想してたような、ところ、新戦力も入ってどうなるかなというところが力をつけてきたりとか、まあ、なかなか拮抗した試合っていうのが、まあ、ここは絶対面白くなるやろという試合が予想を超えてさらに面白くなるということが最近増えてきているのかなと。今日のタイナイディアーズとオール三菱の試合とかですね、まあ IBM と野島の試合とかっていうところは、まあもともと注目されているところがさらに面白くなっているというところもあると思いますので、まあスーパーで言うとそういうところで、エリアで言うと、やっぱりほんまに一試合一試合、ここが勝てばここが負ければということでガラッと、変わる総当たりというところが、注目なので、まだまだ、電通とパイレーツ以外のチームにも、勝機はあるのかなというような、注目があるということで、X2 はもうね、皆さんが今たくさん教えてくださったので、僕もまだまだ勉強しながらというところなんですけど、まあ、オールカテゴリー、それぞれの魅力がたくさん詰まったスポーツなんだなというのを、やっぱアメフト楕円形のドラマというミッチーさんの言葉めっちゃ好きやなと思ったんですけど、まさにそういったゲームが繰り広げられてくるということなので、カテゴリー問わずですね、ぜひ皆さんもちょっと見に行ってみようかなということあれば、レッツハドルでもね、観戦会をやっています。まあ、X リーグでいうと西日本、中心のところもあるんですけど、東日本でまたX1 スーパーの、準々決勝ですかね、クォーターファイナルのタイミングで11月19日には関東で観戦会をやる予定なのと、あと、今日全然学生の話はしてなかったですけど、10月30日に関東学生の、アメフトの観戦会もやる予定なので、東お住まいの方はぜひそちらもご一緒できたらと思いますし、ぜひお住まいの方、ないし、なよきさんのように飛び回って西にも来ていただける方がいれば、ぜひ、そちらの観戦会もご一緒できたらと思ってます。基本的には、今シーズンは観戦会をベースとした活動が、レッツハドルで、やっていくことにはなりますが、まあ、こういった形でスペースとかもたまに、できたらと思っています。はい。で、あとはですね、まあ、レッツハドルの活動とはまた別の形で、ミッチーさん、ふとふとのね、活動も、されてて、試合結果の配信スペースなんかも今されてるという感じなので、そちらも、よければ、聞いていただけたらという感じですよね。アーカイブも残ってますよね。はい。はい。ということで、まあ、ちょっと長らく、X リーグのスペースということでやってきましたけど、まあ、上がっていただいた方は問題なければ、YouTube にこのアーカイブもまた残したいと思いますので、よければちょっと、まだ聞き逃した部分がある方は、YouTube ないし、こちらの、レコーディングしてる、ところから、これがスペース終わったら聞けると思うので、ぜひ聞いてください。他お知らせとか大丈夫ですかね、皆さん。大丈夫です。はい。ということで、これにて、X リーグ前半振り返ると後半の展望というスペースを終わりたいと思います。これからますます、
目が離せない試合が一試合一試合続いてくると思うので、一緒に皆さんと楽しいシーズンを過ごせたらと思っております。本日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。